お母さん、本当に娘の結婚式に出ていただけないんですか？出るわけないでしょう。お金と時間の無駄だもの。お母さんが彼のことを可愛くないと思ってるのは知っています。ただ結婚式くらいは。あの子だって私が来ても喜ばないでしょ。それに、女の孫が結婚しようとどうでもいいの。おばあちゃんもお祝いしてくれたって思わせてあげたいんです。祝う気がないって言ってるじゃない。それにしても25で結婚なんて、私は無能ですって世間様に知らせてるようなものだわ。27歳の慶生は未婚ですが。あの子はいいの、まだ結婚なんて早いわ。大事な後取りなんだから、素敵な女性をじっくり探してあげるつもりよ。息子のことは可愛がってくださるのに、どうして彼だけあからさまに嫌うようなことをなさるんですか？女なんてそうやって嫁いで他の家の人間になるのよ。そんなのに金と時間をかけて育てるのは無駄だと思わないの？彼が幸せになることが親の喜びだと思っています。あんたの仕事は跡取りの権勢を生んだことで終わってるの。娘も嫁ぐことだし、そろそろ離婚して出ていけば。なんてことを。私は息子と孫と3人でのんびり暮らせたらそれで十分。あなたも私のこと嫌いよね。無理して一緒にいる必要もないでしょう。私はお母さんの悪意を彼にはなるべく見せないように努めてきました。この結婚式が最後なんです。あの子には家族みんなに祝福されてると思ってほしいんですよ。悪意なんてないわ。どちらかといえば無関心ね。ただにっこり座っておめでとうって言っていただくことも厳しいですか？思ってもいないことを言えないわ。私は正直な人間なの。県政しか可愛いと思えないんだから仕方ないじゃない。そうですか。残念ですが、夫と息子と3人で娘の門出をお祝いします。お好きにどうぞ。私は暇だから旅行にでも行ってこようかしら。そうですか。祝儀なんて期待しないでよ。そんなお金があったら県政のために使いたいから。彼もお母さんの孫ですが。あんたが勝手に産んだだけでしょ。私は最低でも男を2人産めって言ったのに、それすらできやしない。なのに私に可愛がれって押し付けるのはあんまりじゃない。そうですね、もう結構です。くだらない話で私の時間を奪わないでくれる。大変失礼しました。女の孫なんていらない。もし産んだら川に捨ててやる。結婚してからずっとそう言われ続けてきましたが、長男の賢生を産んだ時の義母の喜びを追ったら、それはすごいものでした。飛び跳ねて絶叫して、よくやったわ、でかしたと何度も感謝されたのです。そして3年後、娘を出産すると、役立たずめと冷たい言葉を投げつけられ、現在に至ります。それでも娘は明るく育ちました。おばあちゃんとは性格が合わないんだよねと気にしてないふりをしてますが、本当は傷ついてると思います。義母のお気に入りの息子はひょうひょうとしていて、親の私でもつかみどころがありません。喜んでるようでも鬱陶しがってる様子でもなく、なんとなく受け入れてるようでした。こんないびつな形の家族ですが、家族揃って子供たちの結婚を見守りたいという古い考えにとらわれて我慢してきました。義母のことは諦め、夫と息子と3人で娘を祝福しよう、そう思い直した私に、とんでもない裏切りが容赦なく襲ってくるのでした。結婚式当日。結婚式がもう始まるわよ。一体どこにいるわけ？母さんと息子と家族旅行中。は？ああ、いや、式には行く気だったんだよ。でも母さんが旅行した方が絶対に楽しいからってうるさくてさ。普通断るよね。ほら、母さんって言い出したら聞かないだろ。それで急遽沖縄に行くことになったってわけ。彼の結婚式なのよ。信じられない。
旅費は母さんが出してくれるんだからいいだろ。お金の問題じゃない。そう言われてももう沖縄に来ちゃったしどうしようもない。ケンセンも見当たらないんだけど、まさか一緒なの？当然だろ、母さんのお気に入りの孫なんだから。娘の結婚式より優先すべきことなんてこの世にある？世の中の常識はわからないけど、うちでは母さんの言うことが絶対なんだから仕方ないよな。カエにはおめでとうって伝えといてくれ。私は子供たちの結婚式に両親揃ってた方がいいと思って、今まであんな横暴な義母との同居にも耐えてきたのよ。そうなんだ。なのに何なのこの仕打ちは。家族が4人もいてたった1人しか参列しないなんて、あまりにもカエがかわいそうだわ。考えてみろよ、この旅行を断ってたら向こう3ヶ月は暗黒の世界に突入するんだぞ。勝手に不機嫌にさせておけばいいのよ。ご機嫌取りをするのは俺なんだからな。あなたはずっとそうね。お母さんに何一つ言い返せずずっと言いなり。かっこ悪いと思わないの？母は偉大なんだよ。それに言うことを聞いておけば間違いがないんだ。私お母さんに言われたの、娘が嫁ぐんだから離婚して出ていけばいいって。そうなの？これは夫婦の問題よ。あなたはどう思う？まあ母さんがそう言うなら仕方ないかな。本心？俺がどう思うかなんてあまり関係ないんだよ。嫌だって言ったって結局は母さんの気に入るようにしないといけないんだから。あなたも不幸な人ね。そう？自分の行動一つ何も決められないなんて哀れよ。母さんがご機嫌なことが一番なんだ。もし母さんに嫌われたら、あの莫大な遺産が1円も手に入らないんだぞ。お金が目的で言うことを聞いてたの？当たり前だろ。カエの結婚より遺産が大事だなんて。それでも父親？カエにとっても悪い話じゃない。遺産が入れば子供たちに援助してやることだってできる。誰もそんなもの期待してないわ。俺たちの老後の心配だっていらなくなるんだぞ。母さんが離婚しろって言うなら一旦すればいい。そしてあの世に行ったらまた再婚すればいいんだよ。何それ？うまく使うんだ。言いなりになってるふりして、実は操ってるのはこっちなんだから。くだらない。そんな駆け引きに付き合うつもりはないわ。式の写真後で送っておいてくれ。ああそうだ、琉球ガラスのペアグラスでも買ってこようか。気泡が入って綺麗だぞ。余計なことしないで。カエを傷つけたくないから、感染症で高熱が出て来れないってことにしておく。でも剣聖は早速泳ぎまくってるから真っ黒になって帰ると思うけど。もういい、好きにして。ただ後悔しないようにね。どういう意味だ？お母さんの言う通り離婚するってことよ。それこそお前が後悔するなよ。せっかく遺産で遊んで暮らせる老後だったのにな。心配は無用です。やべえ、母さんがいつまでスマホ見てるんだって怒ってるわ。じゃあまたな。数日後。お父さん、沖縄旅行は楽しかった？え？カエ、どうして知ってるの？私は熱で欠席って言ったわよね。お兄ちゃんに聞いたの。ケンセイが？あの子ったら、どうせ自慢げに LINE したのね。違うよ、お兄ちゃんは私の味方だから。どういうこと？小さい頃からずっとおばあちゃんに嫌われてた私を守ってくれてたのはお兄ちゃんなの。嘘。私とお兄ちゃんはお母さんがおばあちゃんにひどいことばかり言われてるのが本当に嫌だった。ごめんね。お母さんは悪くないでしょ。それに女の孫はいらないなんて直接言うババアのことなんて大嫌いで当然だし。そうよね、辛い思いさせてごめん。あなたを守りきれなかった。まあ確かにあんなにひどいことばかり言われて我ながらまっすぐ育ったなとは思うけどさ、何もかもお兄ちゃんのおかげなの。それはどういうことなの？お兄ちゃんはずっと私のフォローをしてくれてた。いつか必ずあのババアに仕返しするぞって。二人でノートを作ったりしてたの。そうだったの？そして私たちの敵はおばあちゃんだけじゃない、お父さんもよ。は？
俺が何をしたんだよ。何もしなかったからでしょ。俺なりに考えてたんだよ。遺産のことでしょ。そうだ、それさえ手に入れば嫁に楽させてやれるだろう。お母さんが望んでたことはお金なんかじゃない。家族4人で笑って暮らせることだよ。そうでしょ。その通り。お母さんという絶対的な権力に気を使いながら生活するのは苦しかった。だったらさっさと離婚して出ていけばよかっただろう。子供たちが巣立つまではと変な意地があったのよ。昭和生まれの悪いくせね。お父さん、そんなに遺産が欲しい？当たり前だろ。何のために母親の言いなりになって耐えてきたと思ってんだ。金をもらわなきゃ帳尻が合わない。残念だったね。おそらく1円ももらえないよ。はあ？お兄ちゃんと私は小さい頃から図書館に行って難しい法律の本を調べてたんだ。何のために？遺産をお兄ちゃんが独り占めするために。子供の分際で何を企んでるんだ。相続人は一人息子である俺だぞ。だからだよ。おばあちゃんが県政に全財産を譲ると言えばお父さんには1円も入らない。リサーチ不足だな。いいか、相続には遺留分ってものがあるんだよ。そうだね。お父さんの場合だと遺留分は2分の1だから、それでも相当な額にはなる。十分だ。母さんの遺産は親父から相続したものも含めると数億にもなる。でもお兄ちゃんは許さない。大事なお母さんを長年傷つけて守らなかった父親にいい思いなんかさせないって意気込んでるの。県政のやつめ、あいつだって沖縄ではしゃいでたじゃねえか。お前らが仲いいなら何が何でも結婚式に行くはずだろ。お兄ちゃんは来月のハワイ挙式に来てもらうから平気。え？聞いてないわよ。沖縄が急に決まって遺産を総取りするためには絶対に行かなきゃいけなかったから、ハワイの話もその時に決まったの。後で言うつもりだったんだけど、ごめんね。もちろんお母さんも招待するから。嬉しいわ。ハワイなんて行ったことない。俺は行きたいなら行けば。式には呼ばないけど。俺は親だぞ。じゃあどうしてこの間の結婚式には来なかったのよ。それはそうやって一生おばあちゃんのご機嫌取りをしてればいいのよ。遺産はもらえないけどね。でもお父さんの言う通り全額は無理だと思うわ。おばあちゃんは遺言を書いてる。県政に全ての財産を譲るってね。でもそれだけじゃダメ。お父さんが遺留分を請求すればお兄ちゃんは半分払わないといけない。だろ、そのくらい知ってるんだ。でもお父さんが放棄すれば1円も受け取れないの。それは無理よ。この人が放棄なんてするわけがない。そうかな。するか。おばあちゃんに説得されても。今まで言いなりになってきたが、これだけは絶対に譲れない。長年叩き込まれた服従精神は気合程度じゃ覆らない気がするけど。その通り。お父さんはおばあちゃんにこの書類にサインしろと言われれば必ず言うことを聞く。なるほど。ふざけるな。俺は絶対にサインなんてしない。あの蛇のような目で睨まれても。もちろんだ。あのドスの効いたしゃがれ声で詰められても。あんなの怖くないぞ。ただの年寄りなんだから。お母さんから電話があったわ。今夜は清と二人で大事な話があるから夕飯はいらないって。え、今日なのか。心の準備ができてない。無理やり放棄させるのは違法なんだぞ。じゃあそう言えばいいじゃない。お兄ちゃんは完全におばあちゃんの心を掴んでる。愛しい孫のためならきっと何でもすると思うよ。何でもって、例えば。そうね、おばあちゃんのコネで入れた今の会社は確実にクビになるでしょ。俺は実の息子なんだぞ。なんで孫の形成よりもそんなに扱いがひどいんだよ。お兄ちゃんはおばあちゃんが喜ぶポイントを心得てる。そして本心じゃなくて演技だから割り切っていい孫でいられたのよ。でもお父さんは違う。お母さんの機嫌を取ろうとあからさまだった。子供の私たちから見ても気持ち悪いくらいにね。わかるわ。母さん、
肩でも揉みましょうかってやつ。毎回鳥肌立ってたのよ。そうそう、肩だけじゃ終わらなくて足まで揉まされてさ、言わなきゃよかったみたいな顔してマッサージしてるの見てバカじゃねって思ってた。なんだ、カエもそう思ってたのね。お母さんには計画のことを黙っててごめんね。いいのよ、私のことを思ってしてくれたことでしょ。うん、私こそ県政に謝らないと。あの子は完全にあちら側の人間だと少し距離を置いてしまったから。そんなことないよ、お母さんは平等に私たちに愛情を注いでくれた。お兄ちゃんもそれは分かってる。今思えばカエと県政と3人で買い物や公園に行く時間が一番幸せだったわ。そうだね、これからは家族3人でまた出かけたりしようよ。ハワイもあるしね。何？俺今気づいた。何に？金なんてどうでもいい、俺も家族として仲間に入れてほしい。なんで？まだ50歳だし、あと30年近く生きるとして、そんな長い間一人なんて耐えられる気がしなくて。で？県政やカエが子供を連れて遊びに来ることを想像してみたんだ。金なんかよりそういう時間の方がかけがえのないものなんじゃないかって気づいた。遅いわ。え？あなたはお母さんと一緒になってカエのことをないがしろにしてきた。そんな目にあった娘が孫を見せに来てくれると思う？だから相続を放棄して誠意を示そうとしてるんだろ。相続の件とカエは無関係でしょ。何言ってんのよ。じゃあ俺はどうすればいいんだ？底意地の悪いばあさんと残りの人生を生きていくのね。ふざけんな、先生の計画とやらを母さんにバラしてもいいんだぞ。言ってもいいよ。あ、そうなれば計画は台無しなのにいいのか？お父さんよりお兄ちゃんを信じるに決まってるじゃない。証拠だってある。今お前がペラペラ喋ったんだろうが。逆におばあちゃんが私の言うことなんて信じると思う？ああ。この場にお兄ちゃんを呼んでないのはそのためよ。こんなもの、カエの妄想ねっておばあちゃんに思わせるためなの。ごめんなさいね、無駄に頭が良くて。さすがだわ。これはお兄ちゃんに言われたの。私の結婚式に行かず沖縄に行ったことでさらに信用を勝ち取ったのよ。素晴らしすぎる。何の欠陥もない完璧な計画ね。子供の頃からずっと考えてきたんだもん。俺は今日母さんとお寿司に行って相続を放棄しろと詰められるっていうのか？サインするだけでしょ。おばあちゃんはお兄ちゃんと未来のお嫁さんと住むためにタワマンを買おうとしてるらしいの。そうなの？当然お兄ちゃんはそんな気はなくて程よいところで縁を切るらしいけど。かわいそうな母さん。ああそうか、俺がそばにいて支えていれば遺言を書き換えるかもしれない。お兄ちゃんを舐めないでもらえるかな。え？すでに生前贈与の手続きを弁護士さんと進めてるそうよ。だってさっき遺言書を書いてあるって言ってたよな。生前贈与はまた別の手続きだろ。生前贈与の手続き中におばあちゃんに何かあるといけないでしょ。あの二人は何が何でも全財産を県政にという意気込みで動いてるの。すごいよね。お母さんは本当に県政が可愛くて仕方ない感じだったから想像はつくわ。そういうわけだからお父さんはあとはご自由にどうぞ。あがくも自由、諦めるも自由。そんなこと言うなよ。女として生まれただけで不当な扱いを受けた。でもお母さんやお兄ちゃんのおかげで生きててよかったと思えたし、大好きな人とも結婚できた。私は幸せよ。そう言ってもらえると私まで救われるわ。お母さん、孫を楽しみにしててね。男でも女でも会えるならどっちでもいい。俺も会いたい。私、お父さんに言われた言葉一生忘れないから。何のことだ？小3の夏休みに家族で海に行った時だよ。悪い、覚えてない。このままお前が沖に流されてくれれば母さんが喜ぶのにな、そう言ってビール飲んでた。
ひどい、そんなこと言ったの？酔ってたんだろ、本心じゃない冗談だよ。小3の私にはそう思えなかった。でもね、それを聞いていたお兄ちゃんが言ってくれたの。カエが死んだら俺も死ぬって。あの子ったら。お父さんはそれを聞いて慌てて謝ってくれた。だってそんなことになればおばあちゃんから責められるのはお父さんだもんね。なんて人なの。これで離婚に迷いなんてなくなったわ。お兄ちゃんが生前贈与の手続きが済んだらお母さんと住める家を探すって言ってたから、それまではうちにおいでよ。そんな、新婚さんの家庭にお邪魔するわけにはいかないわ。夫がそうしてほしいって言ってくれてるの。どこかの男と違ってうちの人はすごく素敵な人だから。どこぞの男と違っていい人見つけたのね。俺のことか。それ以外どこにいるのよ。お母さん、すぐに荷物まとめて。あとはお兄ちゃんがどうにかしてくれるから。ありがとう。じゃあおっさん、バイバイ。バイバイ。ああ待ってくれ、父さんも連れてって。後日談。清は義母に、全ては県政の策略で俺も母さんも騙されてるんだと訴えかけたそうですが、カエの読み通り義母が夫を信じることはなく、全て県政の計画通りにことは運んでいきました。そして無事生前贈与が済むと、県政は義母と父親を捨てて私と暮らし始めたのです。県政のために家まで売り払い贈与していたため、義母と夫は小さなマンションに住んでいたようですが、それからの義母は完全に憔悴してしまい、生きる意味がないと食も細くなっていき、孫を失って1年でこの世を去りました。夫も義母の介護で仕事を辞めたようで、コネも実力もないため再就職は厳しく、今は土木作業員として泥と汗にまみれながら働いているみたいです。復縁要請しようにも全ての連絡先を変えたので、できないでいると思います。県政は最近生まれた姪っ子にメロメロで、しょっちゅう会のところに顔を出しているようです。今も月に数回3人で食事を楽しんでいます。こんな風に笑える日が来るなんて夢のようですが、残りの毎日を大事に生きていきます。明日から関西に出張だから、用意よろしく。は？急すぎじゃない？いや、2週間前から決まってたんだけど、言い忘れてた。信じられない。前にも分かった時に言ってって注意したよね。ごめんって。私だって仕事があるし、大変なんだけど。でも、美咲の方が帰ってくるの早いじゃん。そうだけど、家事も全て私任せだし、そのくらいは自分でやってよ。そうしたいけど、時間がないんだ。今日も残業で帰りが遅くなるし。出張前なのに？人が足りなくて忙しくてさ、猫の手も借りたいってこういうことを言うんだな。半年前くらいから残業や出張が増えたよね。そのくらいの時期に寿退所とかで一気に人が減ったんだよ。それだけ忙しいなら給料も上がってるんじゃない？え？うちの家賃は10万、でもあなたが支払ってる生活費は5万、あとは全て私なんだけど。それは申し訳ないと思ってるよ。それなら生活費を増やしてくれる？無理。なんで？給料上がってないから。じゃあ今までずっとサービス残業だったってこと？うん。信じられない。出張費だって自腹で、残業代も出ないとか、その会社おかしいわよ。仕方ないだろ。もう限界。私に負担がかかってるって分かってるの？もちろんだ。だから申し訳ないと思ってる。でも先輩や上司にはお世話になってるし、俺だけ文句言えない。転職すれば？みんないい人たちで仕事も好きだし、辞めたくない。ユウトと結婚してもうすぐ2年経つよね。仕事のせいで夫婦の時間もないし、家事は私任せ、生活費もほとんど私が出してる。もう耐えられない。ごめん。妊活だって全然協力してくれないじゃん。自分の意見はこっちに飲み込ませるくせに。私たち夫婦じゃないの？だから謝ってるだろ。人が増えれば残業もなくなるし、景気が良くなれば給料も上がるから、もう少し我慢してくれ。なんで私ばかり。この先必ずあなたと結婚してよかったって思わせるって約束する。本当に？神に誓う。分かった、明日の準備しておく。ありがとう。愛してるよ。先に寝ててもいいからな。9日後。あの子
なんでハワイにいるの？お母さん、こんにちは。ユウトのことですよね。ええ、出張先はハワイじゃなくて関西ですよ。そう、あなたにはそう言ったの。どういうことですか？気づいてないのね。でもどう説明しようかしら。予知夢って言えば伝わるかな。夢で体験したことが現実に起こるっていう？そう、実は私には不思議な力があって、それが予知夢なの。え？意味わからないわよね。でも話は最後まで聞いてちょうだい。予知夢を見るときは第三者視点で夢が進んでいくわ。はあ。それでユートが知らない女性とハワイに行く姿を見たのよ。なるほど。でもユートはそんな人じゃありません。お母さんだって知ってるでしょ。確かにあの子は少し自分に甘いけど優しくていい子だと思う。でも私の予知夢は 100% 当たるの。仮にそうだとしても私は自分の目で見てませんし、ユートを信じます。そうよね。証拠を見る勇気はある？事実なら確認したいと思いますけど。わかった。ユートの部屋に金庫があるでしょ。その中に浮気の証拠が入ってる。え？私もどんなものかまではわからないけど確実にあるわ。夢でそれを見たあなたが泣いていたから。でも金庫にはロックがかかってて開かないですよ。暗証番号は691919よ。なんかあれですね。とりあえずやってみます。開きました。そう、それで何が入ってたの？ビデオカメラが。映像を確認したんですけど。どうしたの？ユートと知らない女がベッドで抱き合ってる姿が映っていました。そんなもの、本当は夢の内容を信じたくなくて黙っておこうと思ったの。でもあなたが騙されてると思うと我慢できなくて。本当に愚足が申し訳ございません。謝らないでください。お母さんは何も悪くありません。それでも育てたのは私だからごめんなさい。これで私の予知夢の話は信じてくれたかしら。ここまで証拠が揃ってたら信じるしかないですね。それでどうするの？私にできることがあるなら協力する。すごいショックで頭が回らなくて。でもこれが現実なんですよね。ええ。知った以上許すことはできないですし、ユートとは離婚しようと思います。それなら私も手伝うわ。あの子に鉄槌を下しましょう。ありがとうございます。お母さんがいれば百人力です。そしたら作戦会議をしないとね。今から行ってもいいかしら？はい。お寿司でも食べながら話し合いましょう。準備ができたら向かうわ。いいですね。気をつけて来てください。5日後。今回の関西出張は長引きそう。寂しい思いさせてごめんな。京都か大阪でお土産買って帰るから。大阪？ホノルルじゃなくて？そんなわけないじゃん。でもハワイいいな。落ち着いたら二人で行くか。絶対に嫌。なんで？嫌な思い出とかあるの？うん。どんな？俺が幸せな思い出に塗り替えてやるよ。信じてた夫が女と浮気旅行に行った。は？お前罰ついてんの？これから着く予定。意味がわかんねえんだけど、どういうこと？だからあんたが女と浮気旅行に行ったから離婚するって言ってるの。はあ？俺が浮気なんてするわけねえだろ。てか頑張って仕事してたのにそんなこと思ってたのかよ。何を頑張ってたんだか。最低だな。お前がそんな女だとは思わなかった。それはこっちのセリフよ。そこまで言うなら証拠を出せ。いいよ。あるわけねえよなって。え？あなたの部屋にある金庫の中を見た。わざわざ自分で取って証拠を残すとかアホでしょ。それはそういうプレイで。てかなんで暗証番号知ってるんだよ。詳しくはお母さんから聞いて。え？このバカ息子、いきなりそれはねえだろ。どういうことか説明してくれよ。私が予知夢を見るのは知ってるでしょ。まだ言ってるのか。いい加減中二病みたいだからやめてくれよ。まだ信じてないのね。当たり前だろ。まさか美咲が変なこと言ってるのは母さんのせいなのか。私は真実しか言ってない。浮気の証拠を持ってるって言ったでしょ。そう、それだよ。詳しくは母さんから聞けって。どういうことだよ。予知夢であんたと女がハワイに行く夢を見たの。だから言ってねえって。それよりも暗証番号どうやって知ったかだ。金庫の夢も見てそこで暗証番号を知った。私も最初はあなたを信じるって言ったの。でもお母さんから聞いた番号を入力したら
金庫が開くし、中からあんなものが出てくるし。嘘だろ。これで私の力が本当だって分かったかしら。だからって、なんで美咲に言うんだよ。美咲さんが騙されてることに我慢できなかった。マジで、その正義感が強い性格嫌になる。母さんが伝えなきゃバレなかったのに。本人の前でよくそんなこと言えるね。いや、違うんだ。確かに旅行に行ったけど、それは美咲と行くための下見っていうか。はあ？ほら、さっき二人でハワイ行こうって話しただろ。そんな言葉で騙されるとでも。体の関係がある女と行く旅行はさぞ楽しかったでしょうね。誤解だって。彼女とは遊びなんだ。遊びで女を抱くとか最低ね。母さんは黙っててくれよ。私が話すと都合が悪いのかしら。余計なことばかり言うだろ。これ以上引っかき回さないでくれ。まだ言われちゃダメなことがあるの。他にも女がいるとか。もういない。ゆりちゃんだけ。認めたわね。ゆりちゃんって言うんだ。あんたとは離婚する。え、やだ、離婚したくない。愛してるのは美咲だけなんだ。頼むから考え直してくれ。そっか、じゃあ全部話して。え、全て白状してくれたら考え直してあげる。マジで何でも話すよ。何が聞きたい。ゆりって女との出会いは。たまたま入った夜の店。うわ、まさか夜の店の女だとは。母さん情けな。別にいいだろ。美咲はツルペタだから、たまには母音を拝みたかったんだ。私の前でよく言えるね。ああ、もう母さんが余計なこと言うから。あんたが悪いんでしょ。お母さんのせいにするな。ごめんなさい。それでいつから。半年前かな。ちょうど残業や出張が増えた時期ね。その女の年齢と働いてる店名は。25歳で、店の名前がムチムチボインとレッツゴー。マジでドン引きだわ。気持ち悪い。次だ次。他に何が聞きたいんだよ。もうないわ。じゃあ離婚はなしってことで。白状しましたし、また一から始めよう。何言ってるの。離婚は確定よ。話が違うぞ。全て話せば考え直してくれるって言ったじゃないか。うん、その結果無理だと思った。そんな、お前と別れたらゆりちゃんの店に通えなくなっちまう。は？あんたまさか美咲ちゃんに生活費を出させてたの。俺もちゃんと出してたよ。5万だけね。それだけ。給料が少ないんだから仕方ないだろ。入社し始めた時でも手取りで20万はあったはずよ。そうなんですか。なんで知ってるんだよ。あんたが自慢げに給料明細を見せてきたんじゃない。そんなこともあったような。最低。私には手取りで15万くらいって言ってたのに。親の私が言うのもなんだけど、こんなクズ早く捨てた方がいいわ。そうですね。あんたと浮気相手にはきっちり慰謝料を請求するから。待ってくれよ。それだけは勘弁してくれ。無理。嘘ついたのはごめん。ちゃんと反省して心を入れ替えるから。お金だってちゃんと渡すよ。今さらそんなこと言われてもね。それに給料減るかもしれないし。どういうこと。あんたの会社に確認の電話を入れたの。え、そしたら金子さんって人が出て、体調は大丈夫ですかって心配された。あんた私が病気だと嘘ついて休んだり早退したりしてたんだってね。それは。だから違いますって真実を話しておいた。マジで。うん、もしかしたら減給、最悪クビかもね。なんてことしてくれたんだ。金子さんって口が軽いって有名な上司なんだぞ。あら、そうなの。噂が広まったらどうしてくれるんだよ。事実としていいんじゃない。ってことで後日弁護士から連絡させるからよろしく。ちょっと待ってくれ。今から帰るから話し合おう。もう引っ越したから家にいないわよ。嘘だろ、どこに。教えるわけないじゃん。家具や家電は私が独身時代に買ったものだし持って行ったから。家に何もないってことか。あんたの私物と離婚届と弁護士の名刺が残ってるわよ。そんな。お母さん、慰謝料が入ったら二人で旅行にでも行きましょう。それはあなたのものなんだから大切に取っておいて。お母さんのおかげで優斗の浮気を知れたんです。お礼させてください。いいの。もちろん。そういうことだから多めに慰謝料払いなさい。それとあんたとは絶縁するわ。待ってくれよ。母さんまで俺を捨てるのか。可愛い美咲ちゃんを傷つけたんだから当たり前でしょ。じゃあ二度と私たちに関わらないで。さようなら、クズ男。ゆりちゃんと仲良くね。頼むから捨てないで。二度とこんなことしないって誓うから。なんで既読がつかないんだ。後日談。ゆうとはごねましたが、
決定的な証拠と有能な弁護士のおかげで離婚成立。彼と浮気相手のゆりちゃんに150万の慰謝料を請求。彼女は貯金、ゆうとは借金をして二人から一括で支払ってもらいました。今回のことでゆうとは首を免れたようですが、減給処分に。しかし彼の予想通り、上司がベラベラ周りに話したようで、社内中に噂が広まり居づらくなって結局自主退社したそうです。家の名義はゆうとだったのでそのまま住んでいたそうですが、家賃を支払えず強制退去。その後彼はあんなに好きだったゆりちゃんに逆恨みをして付きまとった挙句襲いかかり逮捕されたそうです。彼女も顔に大怪我をして店を辞めざるを得なくなったとか。私はというと、ゆうとという重荷が消え仕事に集中できて昇進が決まりました。給料も上がったのでずっと欲しかった車を買い、義母と一緒にドライブを楽しんでいます。無職なんだから夏休みは妹の子供4人を預かって世話しろ。はい。明日から来るから子供が好きそうな歌詞を教授に用意しとけ。ちょっと待って、夏休みって1ヶ月間ずっと面倒見ろってこと？当たり前だろ。そんなに預かれるわけないでしょ。妹は1ヶ月の間小学生の子供たちの面倒を見なきゃいけないんだぞ。そうね。そんなの新ママなのにかわいそうだと思わないのか？たまに預かるのは構わないけど1ヶ月は無理よ。可愛いサラが倒れても平気だと？そうは言ってないじゃない。それに私もまだ3歳のエルがいるし。だからなんだ、1人も5人も変わらないって。あんたラーメン5杯食べられる？は？無理に決まってるだろ。1と5は全然違うの。私は息子の世話で精一杯なんだから。じゃあ毎日4人の面倒を見てるサラはどうなんだよ。それは自分の子でしょ。元夫に預けることはできないの？あいつはダメだ。離婚届だけ置いて家族を捨てたクズ野郎だからな。まだ連絡取れないんだ。ああ、俺が探偵雇って探してやるって言っても遠慮するんだよ。サラは優しい子だからな。彼が家族を見捨てるような人には見えなかったけどな。俺たちが美形兄弟すぎて嫉妬したんだろ。あいつ武男だったし。そんな理由で離婚しないでしょ。あいつならやるね。大事な妹を傷つけやがって。今度会ったらぶん殴ってやる。まあ確かに一人で4人も育てるのは大変だとは思うわ。だろ、あいつが辛い思いしてるのが耐えられねえ。でも私たちはサラちゃんに毎月20万援助してるでしょ。それなのに1ヶ月も子供預けたいっていうのは横暴すぎない？ああ、どうせ俺の金だからお前には関係ないだろ。生活費から出してるんだから関係あるでしょ。あいつは援助してやらなきゃ生きていけないんだ。金がなくてホームレスにでもなったらどうする？国からいろいろ補助が出るはずよ。それに仕事見つけるまでって約束だったのに全然探してる気配もないし。子供4人抱えて働けっていうのか？この先ずっと私たちが援助していく気？それに働いていたら学童に子供を預けられるわ。なんかさ、お前さっきから何なの？え？専業主婦に人権はないんだよ。口答えばっかしてんじゃねえ。何それ、そんなに言うならあなたが子供たち面倒を見てくれるならいいわよ。俺は働いてるんだぞ。それに明日からしばらく帰らないから。は？どこ行く気なの？お前に言う義務はない。あなたは家庭を持っているのよ。勝手なことばかりしないで。ああ、うるせえ。とにかくサラの子供たちはお前一人で面倒見ろ。無理だってば。嫌なら離婚だからな。収入なしのお前に選択権ないぞ。なんでこんなことで私たちが離婚しなきゃいけないの？お前が俺の言うことを聞かないからだ。言っとくが親権は俺がもらう。は？全然息子のお世話しないくせに何言ってるの？俺の奴隷として育てるからな。やめて、エルは私が育てる。無職のお前に親権が渡るわけないだろ。そんなこと。あいつ俺に似てイケメンになるかと思ったけどお前と同じでブスだしな。サンドバッグにしてもいいな。お願い、あの子にひどいことしないで。だったら文句言ってんじゃねえ。明日からサラ様のお子さんを預からせてくださいって言え。だからそれは無理だって。記入済みの離婚届を置いとくから書いておけ。離婚は俺の気分次第でできること、忘れるな。まさか息子を盾に使うなんて、ここまでクズだとは思わなかった。
息子が生まれた時はいいパパになると言っていたのに、2年前に義妹が離婚した頃から歯車が狂っていきました。夫の義妹への溺愛っぷりはどんどん増していき、何かというとサラがかわいそうだ、サラを助けてやりたい、そればかり。私だって一人で家事と育児をしてしんどいのにな。今までは子供が寂しくないように離婚は考えていませんでしたが、もう限界かもしれません。義妹にも子供は預かれないってちゃんと断ろう、そう思っていた翌日、まるで地獄のゴングのようにインターホンの音が家中に響き渡りました。次の日、サラちゃんの子供たちが家の前にいるんだけど、どういうこと？お姉さん、おはようございます。夏休みの間、子供たちお願いしますね。ちょっと待って、ライトにはちゃんと断ったよ。いやいや、専業主婦に発言権ないんで。あなただって働いてないでしょ。ウケる。子供4人抱えて私と息子1人のお姉さんとじゃ全然立場違いますよ。預けるにしても普通一言あるでしょ。置いていくとか何考えてるの？言わなくてもわかるでしょ。それともいちいち説明しないとわからないバカなんですか？4人の母親なのに礼儀も知らないわけ？私授業で礼儀選択してなかったんでわかんないっす。ふざけないで、私は預からないからすぐに戻ってきなさい。あれあれ、いいんですか？お兄ちゃんに離婚されちゃいますよ。親権さえもらえれば離婚したっていいと思ってる。お兄ちゃんがいなきゃ食べていけないくせに強がらないでください。そもそも毎月20万ももらっといてその態度はないんじゃない？今まで500万近く送ったわよね。お礼の一つも言われてないわ。お兄ちゃんのお金なのにあんたに礼言う必要ないっしょ。あのね、結婚後に気づいた財産は二人のものなの。あなたも結婚してたならわかるわよね。お兄ちゃんの帰省中のくせに威張らないでください。帰省してるのはどっちよ。仕事も全然探してないよね。ずっと援助していくわけにはいかないのよ。私あんたと違ってお兄ちゃんに愛されてるんで、一生私を助けてくれるって言ってくれたもん。だったらライトに子供の面倒を見てもらいなさいよ。私に迷惑かけないで。あんたお兄ちゃんの所有物じゃん。私がどう使おうが勝手だし。話が通じないわね。ところで1ヶ月も子供を預けて何する気なの？就活じゃないのよね。合コン行く。は？私ってモテるから新しい男ゲットしたって。最近あれもご無沙汰だし5人目作っちゃうみたいな。そんなことのために子供たちを置き去りにしたの？新しいパパが見つかればお姉さんにも迷惑かけないし、いいでしょ。もうすでに大迷惑よ。早く迎えに来て。無理無理。あとうちの子たちの取説今から言うからメモしといて。え？まず安い肉は嫌だから全て A5 ランクにしてね。魚は全部骨取ってあげて。でも最初から骨なしだと愛がないって切れて暴れるから気をつけること。長男はブスにすぐ噛みつくし、長女は5分に1回可愛いって言ってあげないと泣くから。それから痛い、噛みつかれた。うん、だから言ったじゃん、長男はブス大嫌いなの。嫌なら整形して。この子たちちゃんとしつけしてる？暴れまくるから家がめちゃくちゃなんだけど。テンション上がってるんでしょ。子供なんだから仕方ないじゃん。そんなレベルじゃないわよ。バットでテレビの画面破壊されたわ。テレビは子供に悪影響だし、ちょうどよかったじゃない。え、嘘でしょ。今度は何よ、いちいち大げさね。私の服で切り紙始めた。あらあら、子供は元気な方がいいわよね。ちょっと、エルが描いてくれた私の似顔絵破られたわ。初めてのプレゼントだから大切に飾ってたのに。楽しそうでよかったわ。あ、今月の援助もちゃんと振り込んどいてね。お願い、早く迎えに来て。こんなの無理。じゃ、ブロックします。ちょっとサラちゃん。2週間後。子供たちのお世話ちゃんとしてる？育児放棄してたら許さないわよ。ブロック解除したのね。子供たちはいないわよ。は？どういうこと？もう一人呼びたいからちょっと待って。え、何？
なんでグループラインなんか作ってんだよ。お兄ちゃん、なんで呼ばれたかわかる？これからあんたたちに制裁を与えるからよ。意味わからないこと言わないで。それよりも子供たちはまさか捨てたんじゃないですよね。サラちゃんじゃあるまいし、そんなことしないわよ。ちゃんとパパに渡してきたわ。パパ？リオくんよ。元夫、どういうこと？連絡してないの？そういえばあいつもブロックしてるんだった。スズ、何勝手なことしてんだよ。あいつは家族を捨てたクソ野郎なんだぞ。今頃子供たちがどんな目に遭わされているか笑ってんじゃねえ。あんた妹を可愛がってる割に何も知らないのね。サラちゃんとリオくん一緒に住んでるよ。え？ちょっと。サラちゃんの家に行ったらリオくんがいたからびっくりしたわ。住民票上は独身だけど生活費も共有してる。これって事実婚だよね。そんなの嘘よ。全部リオくんに聞いたから間違いない。最初はごまかそうとしてたけど、家の中がどう見ても同居してる感じだったから問い詰めたら吐いたの。あいつマジうざい。行方不明のはずじゃ。サラ、俺を騙してたのか？違うのお兄ちゃん、これには事情が。不正受給するためでしょ。どういう意味だ？新ママだって偽って手当をもらうためよ。児童扶養手当や一人親家庭住宅手当、医療費だって無料だもんね。何が悪いのよ。一人親だって言うだけで国からたくさんお金がもらえるの。だったら表面上離婚して夫の稼ぎと手当をもらう方がお得じゃない。サラ、それってお兄ちゃんに軽蔑されるのが怖くて言えなかったの。私は賢い生き方をしてるのよ。天才だな。はあ、だって生活は変わらないのに金がもらえるってことだろ。絶対そっちのがいいじゃん。さすが俺の妹だ。やっぱりお兄ちゃんなら分かってくれると思ってた。大好き。本気で言ってる？不正受給してる人のせいで本当に必要な人が支援を受けられないこともあるの。倫理にも法律にも違反してるのよ。お兄ちゃん、頭カチカチおばさんがうざいから黙らせて。おい、これ以上言ったら離婚だぞ。離婚届ならもう出したわ。はっ。あんたと夫婦なんて百害あって一理なしよ。子供を捨てる気か？親権は私がもらう。弁護士に相談したら取れるって言ってくれたし。嘘だろ。稼ぎのないお前がどうやって？私の収入あんたの3倍だよ。120万。いや、自分の収入60万だと思ってたの。その3分の1しかないから。え、たったそれだけ？給料明細見なさいよ。最近は見ずに捨ててたし、金はお前が管理してただろ。入社当時が20万だったからもう60万くらいになってるつもりだった。だから私は毎月平均60万の収入があるってこと。でも働いてる素振りなんかなかったぞ。在宅の仕事だからね。どこかに勤めてるわけじゃないし、安定してるとも言えないから親権が心配だったのよ。私の考えすぎだったんだけど。何かやばいことしてんじゃないだろうな。違うわよ、私ブロガーなの。ブログなんて日記だろ。そんなんで儲かるわけない。広告収入やアフィリエイトって聞いたことない？収益化するまでが大変だったけど、軌道に乗ったら結構稼げるのよ。なんで言わなかった？言ったら無駄遣いするでしょ。子供のために貯金したかったし。じゃあ今までの生活費って？あんたの給料はサラちゃんに援助したら残らないからね。全部私が出してたわよ。だとしたらお前と離婚してこれから俺の生活はどうなる？このまま援助を続けるなら無一文で生きていかないといけないわね。食べれる草リスト送っとくわ。お兄ちゃん、嘘でしょ？会社で重役だからお給料高いんじゃなかったの？重役ってこいつは万年平社員よ。不満ばかりで全然努力しないもん。援助は続けてくれるんだよね？一生守ってくれるんでしょ？無理だろ。リオ君と稼ぎと国からの手当があるなら十分じゃないか。やだやだ、今さら20万少ない生活なんてありえない。わがまま言うな。嘘つき嫌い。お兄ちゃんの車に落書きしてやる。そんなこと言うなよ。小学生のお子様とレベルがまるで同じね。大体お前のせいだぞ。罰としてお前がさらに援助しろ。はあ、サラちゃんとはもう他人なのにするわけないでしょ。だったら再婚したらよくない？私たちみたいに事実婚して手当ももらえばいいじゃん。サラはほんと天才だ。そうだな、そうしよう。バカか。
私は犯罪が大嫌いなの。あんたたちのこともね。あ、それとごめん、間違えてた。なんだよ。これからあんた所持金ゼロじゃなくてマイナスだったわ。慰謝料もらうから。は？お前が勝手に離婚届出したんだろ。俺がもらいたいくらいだっつの。この2週間ずっと合コンしてたよね。え？私たちの結婚式にも来てくれた友達があんたたちを合コンで見たって教えてくれたの。美兄弟として目立ってたみたいね。合コンくらい良くない？顔がいいんだから仕方ないでしょ。ブスのひがみはやめてよ。毎回お持ち帰りもしてたそうじゃない。何もないわけないわよね。ちなみにホテルに入る写真もある。仕方ないだろ。さらに子供たちはお前に預けて合コン行こうって誘われたんだから。しかもあんたたちホテルで一緒に4人でしてたんだってね。気持ち悪すぎる。サラが他の男としてる姿を見ながらの方が興奮するんだよ。理解できないわ。きっちり慰謝料払ってもらうから、あと養育費もお忘れなく。月収20万の俺がそんなに払えるわけないだろ。知るか。エルでさえ自分のお尻は自分で拭けるようになったのに、それさえできないのかよ。無理なもんは無理だ。ちなみにあんたの会社に内容証明を送ったから20万の月収すらなくなるかもね。なんてことしてくれたんだ。ああ、俺の人生終わりだ。もうやめて。お兄ちゃんがかわいそうだって思わないの？このチェニゲバ女。なんとでもどうぞ。ソラちゃんこそよくいるのに合コン行くとか何考えてるの？だってせっかく美人なんだから、いろんな男に抱かれたいじゃん。それにリオとは離婚してるし問題ないでしょ。事実婚でも浮気の慰謝料取れるみたいだけどね。嘘。でもそれどころじゃないかも。不正受給で通報したから刑事罰が下るだろうし。え、どういうこと？さっきも言ったけど犯罪だからね。悪い人が警察に捕まるのは当たり前よ。刑事罰って何？懲役じゃないよね。さあ、私が決めることじゃないし、あとあなたの子供たちが壊したものの修理代120万も請求するね。何それ、ぼったくりすぎでしょ。家電壊されまくった上に壁に油性ペンで落書きもされたの。常識的な金額よ。子供がしたことでしょ。大人なんだからそれくらい我慢しなさいよ。子供がしたことは親の責任なの。正直お金を払うだけじゃ許せない。エルがくれた世界に一つだけの絵は二度と手に入らないのに。あんな落書き、私にとっては宝石よりも価値がある。子供が4人もいてそれがわからないなんてかわいそう。わかった、払うから通報だけはやめて。もう手遅れね。今頃調べてくれてるわ。そんな。借金まみれで前科持ちで子供も失って地獄みたいな人生が待ってるだろうけど、あんたたち仲良し兄弟なら大丈夫だよね。せいぜい力合わせて頑張ってね。すず、俺だけでもいいから助けてくれ。ちょっとお兄ちゃん。後日談。義妹たちは長い期間不正受給をしていたことからかなりの額の返還が求められ、さらに懲役1年の刑罰が与えられました。子供たちは義両親に引き取られ元気に暮らしているとのことです。出所後は親の監視のもと借金返済まで死ぬ気で働かせると言っていました。夫には慰謝料と養育費の1300万を請求し、借金して一括で払ってもらいました。会社にバレたことで社員からの白い目に耐えられず自主退職。美貌を生かしホストで働き始めたそうですが、顔がいいだけで努力はしないので全く売り上げが上がらず、ただ肝臓を壊しただけだとか。ちなみに義妹と夫は今回の件で大喧嘩になり絶縁したそうです。唯一の味方まで自分で手放すなんて本当に愚かですね。私はブログの収益を上げながら息子と楽しく暮らしています。お金で不自由させることがないようにこれからも頑張ります。大事な旦那取っちゃってごめんね。仕事辞めるんだって？離婚した男と一緒の職場じゃ辛いわよね。何が言いたいの？あんたは私に負けたのよって教えてあげたいだけ。そう、用がないならもういいかな。ああ、ダメ、ちゃんと用はあるのよ。あのね私たち結婚式するの。
式場は一流ホテルで、もちろんドレスはオートクチュールよ。彼がね、いくらかかってもいいよって言ってくれてるの。だから絶対着てね。はい。普通元妻呼ばないでしょ。へえ、ダメなの？私たち同期じゃない。一緒に一度の晴れ舞台だよ。お祝いしてよ。ナオにもちゃんと祝ってもらいたいの。だからお願い、出席して。それ本気で言ってる？それともふざけてんの？やだ、言い方怖い。出席したくない理由でもあるの？あ、そっか、うっかりしてた。新郎ナオの元旦那だった。わざと神経逆なでして楽しんでんのね。あっちゃー、分かっちゃった。相手にするのも疲れるわ。ブロックしていいかな？反応が露骨すぎるよ。余計にからかいたくなるじゃない。ああ、私の幸せ見せつけてやりたかったのにな。そんでもってナオの悔しそうな顔しっかり見たかったのに、どうしてもダメ？何言われてもいかないわよ。そんなに悔しいんだ。あんなお金持ちなかなかいないもんね。ああ、快感たまんないわ。こんな日が来るなんて人生捨てたもんじゃないわね。そう、よかったわね。うん、悲願達成よ。入社してから好きになる男みんなナオに取られてマジでムカついてたのよね。取ってないけど。取ったわよ。そういう自覚ないとこも腹立つわ。私が狙ってた男に告られてたじゃない。しかもさ、しらーっと断っちゃって、その度私のプライドがズッタズタになってたわけ。やっとあんたに仕返しできるのよ。そんなチャンス逃すと思う？首に縄つけてでも結婚式出てもらうわよ。そっか、陰で辛い思いしてたんだね。だけど式にはやっぱり出れないよ。ごめんね。断らせないわよ。席も新郎新婦の一番近くにしてあげるわよ。胸がかきむしられるくらいの苦痛をたっぷり味わいなさい。でも私に逆らえる立場じゃないわよね。あんたが転職する会社の社長は私の兄よ。まさかの展開で驚いたけど、こんな奇跡的な偶然があるなんて驚いちゃったわ。やっと私にも運が向いてきたのね。出席しなかったら即クビにしてもらうから、そのつもりでいなさい。わかった？ということで、言い訳を聞く気はないから結婚式で会いましょう。そう言われても無理なのよね。困ったわ。ありがとう、結婚式来てくれる気になったのね。今日出席の返信届いたわよ。ああ、うん、社長から許可もらったからちょっとだけだけど顔出すわ。兄が説得してくれたのね。頼んでなかったのにさすがだわ。嬉しすぎて空まで飛べそう。今日はね、最後の衣装合わせなの。その後写真も前撮りする予定。幸せすぎて浮き足立っちゃうわ。喜んでもらえて何よりよ。もっと悔しがっていいのよ。せっかくだから本音でトークしましょう。本音か。だったら里美は彼のことちゃんと分かってる？は？どういう意味よ。ちょっと心配なことがあって。何それ？心配なのはあんたのメンタルだけでしょ。必死すぎてウケるんだけど。私は彼の全てを愛してるの。だから安心して。うん、そっか。幸せになれるといいわね。もちろん世界一幸せになるわよ。さて、これから記念に残る写真撮ってこなきゃ。バーイ。こちら幸せいっぱいのさとみです。よかったわね。ありがとう。せっかく来てくれたのに式場だけ覗いて帰っちゃったんでしょ。悲しくて我慢できなかった？ああ、ごめんね。実は今日表彰式があって。え？何それ、どんな言い訳よ。信じたくないならいいけど、ジュエリーデザイナーで新人賞に入賞したのよ。今日表彰式だから出席しないといけなくて。何それ、あんたが表彰されたの？そうなの、夢叶っちゃった。仕事しながらだったから資格取るまで時間かかったけど、やってみてよかったわ。入選するとは思ってなかったから自分でもびっくりよ。そう、まあ一人で生きていくんだから手に職くらいは必要か。ふーん、すごいじゃん。うん、ありがとう。あなたのお兄さんのおかげなの。私のデザイン見て会社に入らないかって声かけてくれたから、ジュエリーデザイナーとして働けてるの。え？お兄ちゃんの会社ってアパレル輸入業よね。ジュエリーなんて扱ってた？
あれ、里見知らなかったの？去年からジュエリー専門店も開いてるし、しかも販売だけじゃなくてオリジナルデザインも始めて好評なの。あ、そっか、お兄さんと2年くらい連絡取ってないもんね。お嫁さんのこといびって追い出しちゃったんだって？それから絶縁状態だって聞いたわ。あの女が嫁の分際で勝手に出てったの。それなのにお兄ちゃんまで一緒に出てっちゃってさ。そんな言い方したら悪いよ。そんなことがあったのに。お嫁さんが何があっても妹の式には出席した方がいいってお兄さん説得してくれたんだよ。ああ、やだ、大きなお世話だっつうの。お嫁さんの熱意もすごくて思わず一緒に説得しちゃったもの。私も出るから一緒に出席しましょうってお願いしたら一度はその気になったんだけど、今朝あなたの結婚相手が私の別れた旦那だって知ってブチ切れちゃったのよ。え？そうなの？うん。それでお嫁さんから預かったご祝儀を持って行ったんだけど、お兄さんの席に知らない男性が座ってたわよね。しかも招待客ほとんど知らない人だった。会社の人もいないし、元旦那の親戚もいないのに席は埋まってるっておかしくない？ああ、それは私の親戚が多いから遠慮してもらっただけ。そうなの？でもおかしいわね。トイレで同じ席の人が4時間で2万円とか話してたけど、レンタル家族がどうのこうのって。そんな細かいこといいじゃん、気にしないでよ。気になるわよ。ご両親一人っ子同士でしょ？それであんなに親戚いる？ああ、もううるさいな。あんた知ってて言ってるんでしょ。そうよ、レンタル家族頼んだの。旦那も親戚に絶縁されちゃってるし、お兄ちゃんがうちの家族や親戚に私が人の旦那を略奪したなんてすごい言い方したみたいで怒って出席してくれなかったのよ。別に私は彼と結婚できればよかっただけ。何？なんか文句ある？里見がいいなら別に構わないわ。今の幸せが続くといいわね。お幸せに。もちろん誰よりも幸せになりますよ。今夜は初夜だからたっぷり甘えちゃうわ。ちょっとどういうことよ、私を騙したわね。え、どうしたの？どうしたもこうしたもないわよ。旦那が次から次へと愛人作ってくるのよ。早っ、ご病気始まっちゃったわね。え？すぐに惚れちゃうのよ。悪気もなくバンバン好きになったら女連れてくるわよ。まさに現代の多くね。私も苦労させられたわ。だから心配してたの。今住んでるマンション彼の所有物じゃない？その住人ほとんどが彼の女なのよ。え？家に連れ込んでる女だけじゃないの？いやいや、それはさすがに言い過ぎでしょ。あれ？おい、なお、どうしたの？なんで否定しないの？まさか本当なの？どうして教えてくれなかったのよ。里美と付き合う時に俺の最後の女だって言ってたから、そうなのかなと思って。里美もすごく幸せそうだったし、水を差すのも悪いじゃない？ ひどいじゃない。知ってたら結婚しなかったのにどうしてくれんのよ。教えても私の嫌がらせだと思って信じなかったでしょ。里美との関係がバレた時も、私があなたに慰謝料を請求しなかったのは彼が他の女性の分も含めてたっぷり払ってくれたからよ。それだけは感謝した方がいいかも。里美が最後の女になるかと思ったけど、やっぱりダメだったわね。傷が浅いうちに別れた方がいいかもよ。それは無理、仕事辞めちゃったもの。また復帰すれば？解雇寸前だったから会社に戻れないの？そっか、同僚への嫌がらせも半端じゃなかったもんね。上司にも嫌われてたし、だから結婚式誰も来なかったのか。そうだよ、一人じゃ生活できないし、女癖の悪さくらい我慢してやるわ。だったら他の女性に子供作られないように気を使った方がいいわよ。私も結婚してた時も他の女に子供できたら別れるっていつも言われてたから、先に作らないと捨てられちゃうよ。そうなの？まずいわ、もう1週間帰ってきてないの。 LINE も電話も繋がらないのよ、どうしたらいい？それちょっとまずいかも。あ、彼から LINE 来た。悪い、別れてくれ、生涯かけて守る命ができたって書いてある。これってもしかして？残念でした、もう手はなさそうね。いや、どうしよう、どうしたらいい？なお、知恵貸してよ。あんたならいい方法知ってるでしょ？
手遅れです。はあ、別れててよかった。忙しいからもう LINE しないでね。バイ。人出なし、最悪だわ。私の人生めちゃくちゃじゃない。どうしたらいいの？誰か教えて。この後、里見は離婚せず2年ほど頑張っていましたが、女癖の悪さは一向に治る気配はなく、3年後に離婚しました。慰謝料を請求しましたが、里見も他の男性と浮気し始めたのがバレて一銭ももらえず、今は遺品整理の仕事をして生活しています。私はあれからまた賞を取り、注文も半年待ちの大人気デザイナーになりました。自分の好きなことで成功してとっても幸せです。大変、家に誰かいる。は？誰だよ。知らない。家に戻ったら知らない女の人がソファーに座ってたの。警察電話しろよ。警察？いいの？不法侵入だぞ。いいに決まってるだろ。でも。どうした？その人、テルヤと付き合ってるっていうのよ。え？だから警察なんて呼んで大事になっていいのかなって。女なんているわけないだろ。その女の狂言だよ。なんで家とか名前知ってるのかな。郵便物見れば名前くらいわかるだろ。とにかく人ん家に勝手に入るなんて相当頭おかしいから、望みは関わるな。いいか。うん、わかったけど、じゃあ警察は呼ばなくていい。俺がすぐに行くから近くのカフェでも入って待ってて。もうすでに入ってお茶してる。そのままそこで待ってて。その人ね、マキコって名乗ったんだけど知ってる？マキコ？あれ？なんで漢字わかるの？いただいた名刺と同じ漢字だよ。いや、適当だよ。変換したら出てきた。ちょっと珍しいマキコだよね。偶然だろ。怖かったけど綺麗なスーツ着てて名刺もくれたから大丈夫かなと思ってちょっといろいろ話したんだよね。話した？うん、まずかった？いや、なんて言ってた？家を見に来たんだって。は？内覧？と思ったけど、うち売りになんて出してないしね。やっぱりそいつ頭おかしいんだよ。相手にしなくていい。そう？でもさ、どうやって家に入ったのか気にならない？鍵開けてたんだろ。のぞみたまに忘れるじゃん。今日はちゃんと閉めたよ。彼女ね、合鍵持ってたのよ。合鍵？そう、テルヤが一度マキコさんの家に鍵を忘れていったことがあったでしょ。その時に魔が差して作っちゃったみたい。のぞみ、違うんだ。それは違う。何が違うの？その女は頭がおかしくて嘘ばかり言ってる。おそらく精神を病んでるんだと思う。そういう奴は何をするかわからないから絶対に近づくなよ。へえ、頭おかしいのはあんたなんじゃないの？え？全部聞いたよ、マキコさんから。は？のぞみ、家出てカフェにいるんだよな。誰が一人って言った？マキコさんと一緒だよ。え、どういうこと？危ないぞ。頭おかしいんだからすぐに離れろ。だから頭おかしいのはマキコさんじゃなくてあんたでしょって言ってんの。黙ってたけど実は知り合いなんだ。ずっとストーカーみたいにされてて、だからのぞみは関わらない方がいいって言ったんだ。ストーカーはあんたでしょうが。俺はそんなことしない。マキコさんの話によると、かれこれ10年も彼女とお付き合いしてるそうね。だからそいつの嘘だってば。ずっと結婚しようって騙して結婚する気なさそうだから別れようとすると追いかけてきて泣きつくそうね。そいつが言ってるのか。俺がどうやって10年も隠し通せるんだよ。のぞみなら信じてくれるよな。私もバカよね。10年も気づかないなんて。だから嘘なんだって。私が家に入った時彼女すごく驚いてた。
まあ家に入った時点で生活感丸出しだし、一人じゃないってことはうっすら気づいたらしいけど、私の顔を見て奥様ですかって聞いてきて、はいって言うと号泣したのよ。何度も何度も謝ってたわ。ほらな、人ん家来て泣くとか変だろ。マジで関わるな。うるさい、黙って。一人暮らしのはずのあなたの家に行けないこと、土日はなかなか会えないこと、なんとなく疑うこともあったらしいわ。でもあんたの卑劣な嘘に何度も騙されたのよ。あのクソ女、なんてことしてくれたんだよ。クソはあんたよ。合鍵作って人ん家入るなんておかしいだろ。どんな理由があっても不法侵入だ。警察呼ぶぞ。呼べば？警察には私の友達だって言うわ。なんでお前らが団結しちゃってるんだよ。共通の敵がいるからよ。望みは俺の味方だろ。寝言は寝て言いなさい。これには色々と事情があるんだよ。何度も別れようと思ったけど、あいつに脅されて無理だったんだよ。もう嘘はやめなさいよ。なんであいつの方信じて俺のこと信じてくれないの？マキコさん仕事柄、携帯の通話は自動録音にしてるらしいわよ。あなたがマキコさんに結婚を餌に復縁を迫ってる通話も聞かせてもらったわ。結婚を約束する手紙も見せてもらったわよ。それは偽物だ。俺はそんなことしてない。確実にあなたの声と筆跡よ。これが嘘なら、マキコさん凄腕の詐欺師だわ。わかった。マキコは切る。は？切る？何その言い方。そろそろ潮時だ。そこにいるならそう伝えてくれ。あんたってこんなにクズだったのね。見抜けなかった自分が恥ずかしいわ。しかも今年大学受験だ。こんなことしてる場合じゃないからな。これで終われると思ってるの？バカなの？家に帰ったら謝るよ。本物のバカだわ。なんでだよ。マキコとは縁を切るし、大学受験のために家族で団結しようって話だろ。バカにつける薬はないって本当だわ。なんてこと言うんだよ。マキコさんはね、女として貴重な10年をあなたに奪われたの。その相手に向かって謝罪もせず伝言でお別れ？そいつ浮気相手だぜ。お前が憎むべきはそっちだろ。彼女はあなたに騙されてたただの被害者よ。言いそびれたんだよ、結婚してるって。10年もギネス載せてもらえば。10年結婚してることを言えなかった男って。乗れるかな。乗れるか。マキコにもちゃんと謝罪するよ。慰謝料も払う。これでいいだろ。私たち今いろいろ話してたの。どうすれば一番痛い思いするかって。怖いこと言うなよ。慰謝料は当然二人分ね。は？二人分？当たり前じゃない。私もかなりの精神的苦痛を受けてるわ。大学受験でそれどころじゃないだろ。ご心配なく、教育資金は別でしっかり確保してありますので。さすがだな、妻の鏡だよ。これからも俺を支えてくれよ。やだね。こんくらいのことで離婚なんて冗談だろ。こんくらいのこと？二人の女性こんだけ傷つけておいて、業者呼んで穴掘って庭に埋めてやりたいわ。だってさ、罪を認めて謝罪してるんだぜ。自首すれば罪は軽くなるじゃないか。私は警察でも何でもない。そんなシステムはない。じゃあ望みの言う痛い目って、慰謝料請求と離婚ってことか。そんくらいで済めばよかったんだけどね。それじゃマキコさんの怒りは収まらないだろうね。マキコに多めに払うから。私にも多めに払いなさいよ。そこは割引で頼むよ。そういえばマキコさんって取引先の人なんだってね。そうだけど。マキコさんのおかげで助かったことかなりあったみたいだね。それはもう感謝してるよ。もう取引しないって。え？逆に今まで通り行けるって思ってたの？仕事とプライベートは別だろ。そこまでする必要ある？それが最大の復讐になると言ってるわ。この取引失ったら相当痛いらしいわね。
これはまずい。家が路頭に迷うぞ。路頭に迷うのはあなただけよ。私と知花は家を出るし、私も看護師戻ろうと思ってたし。そんな。しかもあなたの上司に直接お話ししたいことがあるから、今からそちらに行くそうよ。は？上に言うのはさすがになしだろ。知らないわよ。マキコさんの気が収まるならそれでいいじゃない。本当は海に沈めたいところを我慢してくれてるんだから。怖いことばっかり言うなよ。あなたの大好きなお母ちゃんにも言っとくわね。やめろ。さすがマザコン。これが一番効くと思ったんだよ。絶対言うな。母ちゃん血圧高いんだぞ。何かあればお前のせいだからな。何かあればあんたのせいに決まってるでしょ。悲しむね、田舎の母ちゃんが。いくらなんでもやりすぎだろう。まだまだやり足りないよ。あ、忘れてた。地下にも言うかな。受験前だぞ。そうよね。さすがにショック受けるわよね。そりゃそうだろう。それはやめておけ。俺のためじゃない、地下のためだ。あなた、地下に陰でなんて言われてるか知ってる？パパ大好きだろ？コーヒー吹き出したわ。なんだよ。妖怪ヒゲスケベ。え？なんかキモいんだって。見抜いてるのよね、子供って。地下がそんなこと言うわけない。百歩譲ってヒゲはいいとしても、最後のスケベってなんだよ。地下から見たらそう見えるんでしょ。だから、今更何言っても驚かないと思うわ。地下はあなたのこと嫌いだから。嘘だろ。私もたまにこんな男と一生一緒にいるのかって思うと、気分がどんより落ち込むことがあったのよ。だから、こんなことでもなかったら踏み切れなかったし、マキコさんには感謝してるわ。最悪。人生終わった。終わってもらっちゃ困るわ。今からは、慰謝料と養育費の支払いという、楽しいお仕事が待ってるんだから。お前、鬼だな。鬼はあんたよ。一人の女の人生めちゃくちゃにして、家族裏切って、仕事も干されて生き地獄味わいなさい。頼むよ、のぞみ。助けてくれよ。お前らと離れたくないんだよ。願っても願っても手に入らない苦しみを、今度はあんたが身をもって経験するといいわ。テルヤは二人分の慰謝料に養育費を払う羽目になりました。私たちは離婚して、大学近くの実家に住ませてもらい、受験には最適な環境で生活できています。マキコさんは両方の上司にすべてを報告し、それを聞いたマキコさんの上司がすべての取引を停止。テルヤは出世コースから脱落。まさに二頭追った結果、何も残らなかったみたいですね。マキコさんは今、婚活に励んでるそうです。意外と若い男の子にモテて、今は犬顔のイケメンといい感じなんだとか。あんたの部屋って墓場なの？はい？枯れた草だらけでマジ不気味。それハーブよ。成仏できない悲痛な叫びが聞こえてきそう。友達だから部屋貸してあげたのに、そんな言い方することないでしょ。うち断水しちゃったんだもん、しょうがないでしょ。どうせ仕事でいないんだから文句言うな。こんなに草が好きなら家畜とかに生まれてくればよかったのにね。はぁ、部屋貸さなきゃよかった。勝手に触ったりしないでよ。もう遅いよ。バッキバキに折ってやった。ゴミ箱に突っ込んどいたからね。あー、すっきりした。なんてことするのよ。それでハーブティー作るはずだったのに。こんなもん飲んでるから男に捨てられんだよ。はい？どういう意味？今私と一緒にいるの誰だと思う？一人で来るって言ったよね。もしかして旦那さんと一緒なの？ぷっぷー、はっつりー。じゃあ友達とか？私友達作らないから。ああ、一応あんたは大学時代からの友達か。ほら、さっさと当てなさいよ。何その笑い。ダメ、もう我慢できない。答え待ってんのめんどいから答えちゃうね。今あんたの彼氏とお部屋デート中。え、どういうこと？私のことを騙そうとしてる？そんなわけないじゃん。今日さ、あんたの車で迎えに来てくれたの。毎日何の草か知らないお茶出されてうんざりなんだって。あんたより私の方がいいってさ。車まで自由に使わせてあげてるのに、ひっさん。
嘘でしょ？冗談だよね。私たち先月婚約したばかりだよ。知ってるわよ。残念ながら本当なの。あんたと別れて私と結婚するのよ。アキ、結婚してるんでしょ？旦那さんどうするの？そんなのポイするに決まってんじゃん。私も旦那に飽きてたところだからちょうどよかった。なんて人なの？あんたまた結婚しそびれちゃったね。40まであと3年しかないけど大丈夫？ための私はもう2回も結婚してるのに、あんたって哀れだわ。いつからなの？3ヶ月前かな。一緒に焼肉食べたじゃん。その日に連絡先交換して、あとはちょくちょく会ってた。そんな前から？ごめんね、ショックだった。傷ついちゃったかな。それなのに平然と私に部屋借りるなんて、どういう神経してんのよ。あら、怒ったの？取り乱したらみっともないわよ。今すぐ私の部屋から出て。やだよ。今からあんたのベッド借りるわね。最低。そんなにイチャつきたいならホテルにでも行きなよ。へえ、やだ。あんたの部屋だから燃えるんじゃん。あんたもこの部屋で戯れちゃったんでしょ？考えただけで体の芯が熱くなるわ。人の男取るのってかいこん。あ、もう最低。不潔すぎる。嫉妬の炎で燃えたぎっているあんたの顔が目に浮かぶわ。仕事中なんだから泣くんじゃないわよ。泣いたらみっともないぞ。ああ、今まだお昼休みだから大丈夫か。今すぐ出てって。こんなことして絶対後悔するからね。しないわよ。ご心配ありがとう。せっかくだからあんたが帰ってくるまで待っててあげるね。私ってほんと優しい。もうそのアパートには戻らない。あらあら、そうですか。じゃあこれから楽しんじゃうわね。あんたのハーブ気持ち悪いから全部燃やしちゃうよ。え？いらなそうなものもあったから一緒に燃やしといてあげるね。勝手なことしないでよ。もう遅いっつーの。すでに燃えてますよ。そんなえぐい嘘つくのやめてくれる？そんな風に言えば私がアパートに帰るとでも思ってるんでしょ？その手には乗らないわ。信じないならいいわよ。わーお、火柱上がってる。子供の頃にやったキャンプファイヤー思い出すわ。これでハーブも無事成仏できるわね。まさか本気でやってるの？本当なら写真送って。オッケー。うわ、近くまで行くとあっつ。よし、撮れた。はいよ。敷地内にバーベキューコーナーあるなんて大家さん太っ腹じゃん。ファイヤー。気分悪かったけどすっきりしたわ。風があるからよく燃える。どうしよう、私が大事に育てたアラビアンジャスミンのハーブが燃えちゃった。どうしてそんなことしたの？私のものって他に何燃やしたの？質問多すぎ。だって鬱陶しかったんだもん。あとは缶に入ってた赤っぽい葉っぱも燃やしといた。それブルーの缶に入ってなかった？ああ、それそれ。ペルシャ産のサフラン、すごい高級なんだけど。信じらんない。人の彼氏奪った挙句人のもの勝手に燃やすなんて最低。え、ダメだったの？やだ、ごめんなさい。でももうどうにもなんないわね。ああ、もう最悪。あ、やっぱ管理人来た。勝手に使ったから怒られそう。私もう帰るわ、バーイ。どうしてこんなこと受けるのよ。なんて日なの？アキ、今どこにいるの？今すぐ返事して。うるさいわね。いつもの美容皮膚科でお肌のメンテナンスしてるのよ。今夜旦那とディナーに行くからツルンツルンにしてもらってるの。旦那さんと別れるんじゃなかったの？え、そんなこと言った？覚えてないけど。あんた夢でも見たんじゃないの？私に彼氏取られて頭の中まで燃え尽きちゃった。旦那さんポイするって言ってたけど。ああ、そんなこと言ったっけ。昔すぎて忘れちゃった。数時間前言ってたけど。私ね、一瞬一瞬を大事に生きてるから2時間前のことなんて覚えてないの。ふん、そう。1時間前のことはどう？ああ、あんたのハーブ燃やしたの覚えてるわ。あれは最高だったもん。あのハーブすっごく高いの。特に缶に入ってたペルシャ産のサフラン、50万するのよ。え、あんな細い葉っぱがそんなにすんの？冗談でしょ？本当だよ。ちゃんと弁償してもらうからね。ハーブ燃やしたの覚えてるなら、私の彼氏にポイされたのも覚えてるよね。え、何のこと？そんなことあるわけないじゃん。そう？あんたが車にしがみついてるところ映ってたけど。知らない。何、証拠でもあんの？ごまかしても無駄だよ。私のドラルク映像に一部始終映ってた。は？何それ、
笑っちゃうんだけど。嘘つくのも大概にしないよ。あんた仕事中なのにドラレコ確認できるわけないじゃん。そうね、アキの言う通り仕事中。でもね、私の車はドラレコ見守りサービスって保険に加入してんの。え、何それ。ドラレコの映像を保険会社が保持してくれるサービス。運転中に自動で保険会社が録画してくれるのよ。しかも車に衝撃がかかると保険会社から安否確認の連絡が入るの。うちの彼氏が私の車にエンジンかけた時からちょうど録画されてた。え？貞子みたいに髪振り乱して車のボンネットにしがみついてたよね。ボンネットバンバン叩きながら、いや捨てないで待ってよってワンワン泣いてたのも映ってたよ。それは泣いたふりしたんだよ。好きだって言うから相手にしてやったのに、結婚の話したら急に手のひら返したから困らせようとしたの。随分苦しい言い訳ね。人のもの勝手に燃やすなんて尋常じゃねえよ。うわ気持ち悪い、どいてくれよっていう彼氏の声もドラレコに残ってたけど、この炎天下で熱々になったボンネットにしがみついてたから肌にダメージ受けて皮膚科にいるんでしょ。それは違うわよ。本当に綺麗になるためにお手入れしてるだけ。いい加減にしなさいよ。あんた前頭葉ヒルにでも吸われちゃったの。前頭何？おでこのところにある場所を人として正しい判断や思考を行うところ、善悪の判断もつかないなんてすっからかんになってるとしか思えない。それ言い過ぎじゃない？言い過ぎじゃない、大事なもの燃やされたんだよ。あのさごめん、悪かったと思ってるわ。今さら遅いわ。器物破損で被害届出すから3年以下の懲役になるかも。え、それ本気で言ってる？私刑務所入るってこと？そうだね。あとあんたが車のボンネット叩いたせいでボコボコになったから、これも器物破損パート2追加。もちろん修理代も請求するわよ。それから断りもなく勝手にバーベキューコンロ使ったんだから、管理人からも訴えられちゃうかもね。嘘でしょ。ひとみお願いだから管理人にうまく言ってくれない？お金なら旦那が持ってるから欲しいだけあげる。だからお願い。冗談じゃないわよ。浮気したのも旦那さんに教えるから速攻で捨てられちゃうんじゃない？それは困るよ、マジ困る。浮気したのは絶対に旦那に言わないで。悪いことしたと思ってるよ。私一人じゃ生きていけないの。離婚されたら修理代なんて出せないよ。ねえ、どうしたら許してくれる？どうやっても許さないよ。それとまだ何かあるの？もう聞くの怖いんだけど。最後までしっかり聞いて、浮気した分の慰謝料も払ってもらうわよ。どうして？結婚してないでしょ？結婚してなくても婚約してたから請求できるの。やめて、お願いだからもうやめて。ごめんなさい、二度としませんから。今回だけは見逃してください。絶対に見逃さない。犯罪者の話にしたら次何しでかすかわからないもの。泣いて土下座して謝るから。あなたの泣き顔はお腹いっぱい、ドラレコで見尽くした。塀の中の怖いお姉さんたちにたっぷり教育してもらいなさい。最悪、本当に本当に勘弁してください。その後弁護士を通して窃盗罪で秋を訴え、この後裁判の予定です。管理人からは不法侵入罪で訴えられたので懲役刑は決定ですね。案の定旦那さんからは離婚を言い渡されたそうです。ハーブの代金、車の修理費、慰謝料は秋の親御さんが代わりに払ってくれました。そのお金は秋が働いて親御さんへ返していくそうですが、ご両親の怒りはとてつもなく、二度と家の敷居はまたがせないと言っていました。私は浮気彼氏に慰謝料を払ってもらい、そのお金で新しいアパートを借りました。気持ちも新たに大好きなハーブに囲まれながら穏やかな生活を過ごしています。平和って最高。人のものを燃やしたり他人の敷地に勝手に入ったら絶対にダメですよ。気をつけましょうね。引っ越ししたから引っ越し代12万支払いよろしくね。え、お母さん引っ越しされたんですか？そうよ、今日からよろしく。よろしくってまさか。私は1階の和室にしたわ。引っ越してくるなんて聞いていません。言ってないもの。そんなの困ります。大丈夫、私は困らないから。引っ越し祝いはお寿司ね。7時には帰るんでしょ？注文しておくわ。信幸さんは知っているんですか？あの子には1ヶ月前に同居するって伝えたわ。それでしたらその時お断りしたはずです。遊びに行きたいというので仕方なく鍵はお渡ししましたけど。断るって何？あれはね、
相談じゃなくて決定事項を伝えたのよ。何言ってるんですか。もうアパートも引き払ったし、荷物も全部運び込んだわ。あー疲れた。引っ越しって大変ね。勝手なことしないでください。新築の家はいいわね。ここは日当たりもいいし、庭はまだ全然手を入れてないのね。松でも植えようかしら。私たちも引っ越してきて1ヶ月経ちませんから、庭はこれからですが、松なんか嫌です。とにかく同居するつもりはありません。冷たい嫁ね。もう引っ越したんだからいいじゃない。 4LDK に2人だけで住むんじゃもったいないでしょ。それは信之さんの趣味の部屋と私の在宅勤務用の仕事部屋が必要で多く作ったんです。今日は会議で出勤していますけど。月曜だけ出勤するのよね。だから仕事の邪魔しないように今日引っ越しにしたの。なんで先に言わないでこんなことするんですか。言ったらサキさんうるさいじゃない。当たり前です。とにかく引っ越したの。今さらグダグダ言わないでよ。ほんとうるさいわ。サキさんがこんな調子じゃこれからうまくやっていけるかしら。そう思うのでしたら出て行ってください。いやよ、もう引っ越ししたんだもの。引っ越し代の支払いもよろしく。そんなの払いませんよ。だって請求書の宛名信之よ。勝手に人の名前で契約しないでください。死体主は信之でしょ。これから養ってもらうんだし。はい、養うつもりはありませんが。あなたたち夫婦で共働きなんだもの、頼りにしているわ。私はさっき夫の信之と5年前に結婚。注文建築した家が1ヶ月前に完成。インテリアや間取りにもこだわった私たちのお気に入りの家を建てたのです。ところが無理やり押しかけてきた姑は自分の思う通りに物事が進まないと気が済まない人。以前同居の話をしてきた時はうまくやっていく自信がなくて断ったのに、勝手に引っ越しを決行されてしまいました。ここまで身勝手な人なのかと本当に驚きです。結局一人は寂しいだろうと信之さんが同居を許してしまいましたが、暮らし始めてみたら生活費どころかお小遣いまで要求してくるのでもううんざりです。サキさん、サキさん、サキ。はいはい、何でしょうか。嫁なんだから一回で出なさいよ。私は嫁ですが、お母さんは居候です。お友達には息子夫婦が私の家に居候をしていると言ってあるわ。また勝手なことを。で、仕事中なんですけど。仕事中は部屋に来るなって言うから LINE にしてあげてるのよ。すごくめんどくさくて嫌なのに。ああ、しつけを守って偉いですね。しつけって、ペットみたいな言い方やめてちょうだい。それより急須はどこ？急須？急須も知らないの？日本茶を入れる時に使うのよ。今の若い人はそんなことも知らないのね。それくらいは知っています。でも急須は使わないのでありません。日本人は日本茶を飲まないと。日本茶飲むときはティーバッグを使いますから必要ないんです。道理でお茶っぽもないのね。今すぐ買ってきてちょうだい。私は仕事中なので自分で行ってください。だってお金ないわ。お小遣いとして2万渡してますよね。もう使っちゃったんですか。だったあれっぽっち。お友達に贈り物したりご馳走したらすぐになくなるわよ。そう言って時々私たちのお財布からお金抜いていますよね。あら、知らないわ。しらばっくれないでください。分かっているんですからね。それよりもうすぐお友達が来ちゃうのよ。毎日毎日お友達を呼ぶのはやめてくださいって言いましたよね。みんながね、私を頼りにしちゃうの。私って人格者でしょ。人格者が聞いて呆れます。昨日は絵手紙のメンバーが来てカーペットや壁紙に絵の具を派手に飛ばしてましたよね。ちょっとだけよ。何がちょっとですか。真っ白だった壁紙がドット柄になっています。それで今日は何人ですか。今日はね、コーラスのメンバー15人よ。これからここで練習するの。仕事の邪魔をしないって約束したじゃないですか。邪魔？なんで。15人も人が来てコーラスやったら確実に邪魔です。そんなことないわ。いい音楽を聴けば仕事もはかどるでしょ。それなら近所のお友達ではなくてプロを連れてきてください。あら、私たちのコーラスはプロ並みって言われてるのよ。それはジジババ界隈の話ですよね。勘弁してください。もう約束したの。私に恥をかかせるつもり。嫁のくせに逆らわないで。はあ？それなら来ても絶対に歌わないでください。仕事に集中できません。歌わないと練習にならないでしょ。今ね、米酢なんとかのみかんの歌を練習しているのよ。米酢？もしかして米津玄師のレモンですか。ああ、そう読むの。あと
水前寺清子の360歩のマーチ。この歌を聴けば元気になるわよ。幸せは歩いてこない、だから歩いていくんだね。公民館とか借りてください。公民館は他のグループも使うから抽選に漏れて借りれなかったのよ。3歩歩いて2歩下がったら苦渋に見放されましたか。うるさい、あなたって嫁のくせに余計なことばかり、腹が立つわ。いいわ、今日は紅茶にするから、レモンも用意しましょう。紅茶はリプトンの100個入りティーパックにしてください。リプトンなんていいよ、マリアージュフルールのアールグレイにするわ。これ香りがいいわよね。それは私のお気に入りなので使わないでください。高級な方がお友達も喜ぶもの。みんなも私が選ぶものは高級なものって知っているし。皆さん、飲み慣れたリプトンか、おーい、チャチャの方が美味しいと感じますよ。何言ってんのよ。あ、もう皆さん来ちゃうわ。それじゃあね。お母さん、お母さん。おい、タカ子、呼び捨てにするんじゃない。下手な歌が騒音にしかなっていません。仕事にならないので黙ってください。そんなってひどい。本当に口の悪い嫁。黙ったら練習にならないの？今日中に仕上げないとならない仕事があるんです。お願いします。同居の時約束しましたよね。邪魔しないって。だから2階には上がってないでしょ。2階に上がらなくてもこれじゃ同じことです。10分後にズーム会議があるので、それまでに皆さんに帰ってもらってください。何言ってるの？まだみかんの歌しか練習していないのよ。確かにレモンというよりみかんがふさわしい歌い方でしたが、まだ続けるつもりだったんですか？これから365歩のマーチよ。ズーム会議の最中に365歩のマーチなんて絶対にやめてください。何言ってるの？これはね、日本の名曲よ。日本人なら誰でも知っている心の歌なの。30代の私には心の曲にはなりません。あなたって嫌味ばっかり。これだから同居は嫌。出てってもらおうかしら。出て行くならお母さんですよ。私は絶対ここから出て行かないから。それなら静かにしてください。あれ、今度は何ですか？なんか騒がしいですね。練習をやめて帰る支度ですか？お母さん、どうかしました？あの、トイレから水が溢れて。は？佐々木さんが詰まらせたのよ。私のせいじゃないわ。いやだ、廊下までびしょびしょよ。掃除しに1階に降りてきてちょうだい。え、今から会議が。あと、田中さんがタバコでカーテンを焦がしちゃったわ。タバコはダメって言ってあったのに。いやね。今すぐ行きます。お母さん、旅行はいかがですか？温泉も食事も良くて最高の気分だわ。喜んでいただけてよかったです。旅行のプレゼントなんて、あなたもたまにはいいことするわね。はい、いつもお母さんにはお世話になっていますから。そこの温泉は若返りの温泉と言われてるそうですよ。あら、そうなの？道理でお肌がツヤツヤになったわ。10歳くらい若返っちゃうかもしれませんよ。あら、あなたと姉妹に見間違えられるかもね。そうですね、お母さんと姉妹なんて嬉しいです。二人も一緒に来ればよかったのに。一人で大きな部屋はもったいないわ。いえいえ、仕事もありますし、お母さんにはゆっくりしてもらいたかったので。そう？嬉しいわ。珍しく気が利くわね。どうもありがとう。いえいえ、こちらも助かってます。さきさん、今日はとっても素直ね。いつもこのくらい素直な嫁ならお互いにうまくいくのよ。あなたはいつも一言多すぎ。嫁として謙虚さを学びなさい。そうですね、いつもこれくらい感謝してくれる姑でしたらうまくいきそうですね。姑として謙虚さを見せてください。またそんなこと言って。でも今日は機嫌がいいから気にしないでおいてあげるわ。ええ、私も機嫌がいいので今日はお母さんが何を言っても気になりません。あら、何かいいことでもあったの？はい、とっても嬉しいことがありました。そうだ、お母さんにプレゼントがあります。カバンの底に封筒を隠して入れておいたので開けてください。まあ、プレゼント嬉しいわ。ん？これ何の鍵？地図もあるけど。新しいアパートの鍵と地図です。今日は家の害虫駆除だったんです。これですっきりしました。害虫？どういうこと？新築だからまだ害虫なんかいないでしょ。
いますよ、巨大なのが。でもご自分じゃわからないですよね。どういうこと？1階に住み着いた害虫を本日駆除しました。は？毎日毎日人を呼んで大騒ぎして、あげく家の中をめちゃくちゃにした害虫です。私？失礼ね。信幸さんが、お母さんも一人で寂しいだろうと言うから同居しましたけど、仕事の邪魔をしないという約束は完全に忘れ去られていますよね。だから約束守って2階には行かないようにしたじゃない。2階に上がってこなくてもあれだけうるさくすれば同じことです。ですので本日お母さんには引っ越ししていただきました。今回はそのための旅行プレゼント。え、どういうこと？以前に住んでいた近くのアパートを契約して、そこへ全て荷物を運んでおきました。家賃は格安3万8000円です。何勝手なことしてるのよ。本当は前と同じアパートを借りようとしたんですが、大家さんが嫌がりまして。そこでも今と同じように毎日うるさかったんですって。それでアパートを追い出されたとか。それは仕方なく別のアパートを信幸さんが保証人になって借りました。でも今度ここを追い出されてももう保証人にはなりませんからね。保証人がいないと今度は野宿です。ちょっと待って、そんなこと言わないでよ。これからはおとなしくするから一緒に暮らしましょう。もう無理です。これからはお友達を呼んだりしないわ。仕事の邪魔もしないから。私も何ヶ月も我慢したんです。でもいくら言っても改善されないので、これ以上は無理です。それと生活費ももう渡しませんから。金遣い荒くて付き合いきれません。そんな、お金がないと生活できないわ。お母さん、貯金ゼロですけど年金が毎月11万もあるじゃないですか。足りない分はご自分で稼いでください。温泉で10歳も若返ったんですから大丈夫。家賃とか払ったら無理よ、生活できない。それはお母さんが遊び歩いているからです。少しは仕事をするようになれば余計なことにお金も使わなくなりますよ。そんなこと言わないで、せめて少しだけでも。お小遣いが足りなくなるたびに私たちのお財布からお金を抜いていましたよね。訴えてもいいんですよ。訴えるって、そんな大げさな。だってこれは犯罪ですから。そんな、信幸さんもお母さんはまだ元気だし、甘やかすのはやめたと言っています。私の歳じゃ仕事なんて無理よ。お母さんはまだまだ若い。それと前回と今回の引っ越し代とリビングの修繕費合わせて83万も請求させていただきますね。お金ないのに払えない、そんなの無理。もう一度一緒に暮らしましょう。人生はワンツーパンチ、汗かきべそかき歩くんだ。さあご一緒に。ねえ、謝るから。私は楽して生きていきたいの。今さら働くなんて嫌。お願いだから許して。タカ子は温泉から一人暮らしのアパートへ直行。毎日泣きの LINE が届いていますが、私たちは一切無視。今は近所のカラオケ温泉でいやいや掃除の仕事をしているようです。私はお母さんがいなくなってやっと新居でのんびりとできるように。仕事の効率も上がりました。これからは信幸さんと二人きりで楽しく過ごしていけそうです。私が書いた離婚届どうして勝手に捨てちゃうのよ。やっぱり書いたのはお母さんでしたか。役立たずの嫁なんて必要ないの。さっさとうちの子と離婚しなさい。文吉の赤ちゃんがお腹にいるっていうのに何言ってるんですか。しかももうすぐ臨月ですよ。文吉のとか言ってるけど実は浮気相手の子だったりして。浮気なんてしてませんから。どうだか、あんたは不死だなな女だから信用できないわ。今まで不死だなな要素ありました？真面目に専業主婦してましたけど。まず母子家庭って時点でダメ。どうしてですか？あんたの母親も不死だらだったから離婚されちゃったんでしょ。違います、父は私が小さい時に病気で。悲劇のヒロイン気取りはしなくていいから。お母さんだって離婚されてるじゃないですか。人のこと言えるんですか？私は文吉が二十歳になるまで夫とは籍を入れたままだったわ。だから母子家庭とは違うの。自分勝手なお考えですね。なんですって、目上の人に対してそんな態度ありえないわ。やっぱり嫁にふさわしくない。それは文吉が決めることですよ。お母さんは口出しすぎです。文吉もあんたとの離婚に賛成してるわ。え、実は大きな病院を経営しているとこのお嬢さんと縁があってね、そっちと再婚させようと思ってるの。冗談でしょ。
もうすぐ子供が生まれるのに。じゃあ子供がいなかったらさっさと別れてくれるわけ？どうしてそうなるんですか？あんたが妊娠する前にこの話をしておけばよかったわ。っていうか、文吉が離婚に賛成してるって本当なんですか？そんな話全くしてませんけど。ママがそう言うんだったら考えてみるって言ってたわよ。完全にマザコンじゃん。知らなかったの？文吉はあんたのことより私の方が大事なんだから。うすうす気がついてましたけど、そこまでひどかったとは。あんた、文吉のこと好き？そりゃ好きだから結婚したんですけど。だったらあの子の幸せを願って別れてくれるわよね。私と別れるのが文吉の幸せなんですか？あんたと別れれば金持ち令嬢と結婚できるもの。私もあの子も幸せになるに決まってる。お金目当てですか？そんなんじゃ令嬢も相手にしてくれないんじゃないですか？こないだ会わせてみたんだけど、向こうも結構脈ありみたいだったわよ。合ってるんですか？それ完全に浮気じゃないですか。浮気じゃなくて本気の相手を探してるの。だからあの子の邪魔しないで。パパになる自覚ないだろう、あいつ。人の息子に向かってあいつは何ですか？本当に無礼。無礼なのはどっちですか？家庭を壊そうとしてる自覚あります？うるさいわね。本当に理解力のない嫁だこと。離婚離婚って騒がれても困ります。一度文吉と話をしてみます。子供ができたのがネックね。なんとかしなくちゃ。何しても無駄ですからね。私は秋、29歳の専業主婦で妊婦です。お腹はかなり大きくなり、もう臨月を迎えました。それなのに離婚を進める姑と、それに従おうとするバカな夫。あの後夫である文吉と話したのですが、私の前では言いにくいのかゴモゴモしているだけ。話になりません。もし離婚をするとしても、お腹の子を無事に産めないと先に進めません。そうのんきに考えていた私に、姑がとんでもないことを仕掛けたのです。そのせいでお腹の子は。数日後。臨月に穴に落ちるなんて間抜けな嫁だこと。これでお腹の子も仕留められたかしら。自分が何したか分かってますか？生まれる前にやっちゃえば問題ないと思ったのよね。私と文吉を別れさせるだけのために穴に突き落としたって言うんですか？そうだけど何？作戦が成功してよかったわ。さ、子供が流れたんだから離婚しなさいよね。流れてません。なんとか無事に生まれてきてくれましたよ。え？マジ？もうなんでよ、しぶといわね。それが人の言葉ですか？信じられない。穴の中で破水してたし、確実にやったと思ったんだけど。近くで見てた方がすぐに救急車を呼んでくれました。余計なことしてくれたわね。は？何なんですかそれ。そんな怒らなくてもいいでしょ。結果的に生きてたんだから。今回は運が良くて早産ってだけで済みましたけど、最悪本当に亡くなってたかもしれないんですよ。あなたは人の命を何だと思っているんですか？生まれてないなら命じゃないわよ。言葉が出ない。出てるじゃないのよ。こんな時に文吉は何してるの？子が生まれたってのに病院にも来ないし、連絡もつかないし。文吉なら隣にいるけど、どっちにしろ離婚するから病院には行かないって言ってるわよ。は？自分の子の顔が見たいと思わないの？早産だし、障害があったりしたら育てたくないって。これで離婚の決心がついたみたいね。よかったよかった。ほんと呆れて言葉が出ないけど、カエルの子はカエルってことがよくわかりました。私も離婚に応じます。こんな心ない旦那も姑もいらない。なんか私たちが悪者みたいに言ってるけど、さっさと離婚しなかったあんたが悪いんだからね。何とでも言ってください。話の通じない人に何言われても何とも思えませんから。あー、これでやっとアリサさんと席を入れられるわ。アリサ？金持ち令嬢のことよ。結婚したら文吉も仕事を辞められるし、一生安泰ね。お金持ちのアリサって。養育費も払ってやってもいいわよ。きっとアリサさんに言えば出してくれるから。そのアリサさんは文吉が既婚だっていうことは知ってるんですか？どうだったかしら。話さないで席を入れるつもりですか？あんたには関係ないでしょ。いいから早いとこ離婚届書いておいてよね。離婚だけで済むと思わないでくださいね。数日後。あんた、文吉に何をした？何ですか？俺の人生おしまいだって騒ぎまくっておかしくなってんのよ。再婚がなくなったから泣いちゃってるんじゃないですか？は？再婚がなくなったってどういうこと？私はそんな話聞いてないわよ。むしろなんであんたが知ってるの？
私がアリサを止めたんですもん。は？知り合いなの？知り合いどころか、小学生からずっと一緒にいる大親友ですよ。だから、あなたがアリサの名前を口にした時は驚きました。まさか、次の相手が私の親友だとは。じゃあ、あんたが何か言ったせいで再婚がなくなったってわけ？私のせいじゃないでしょう。そもそも、アリサを騙して結婚しようとしてたんだから。騙した？そうでしょ？妻がいることも、子供がいることも、隠して籍を入れようとしてたんだから。アリサに全て話したら、悲しみより怒りで爆発でしたよ。何を話ったのよ！流産させられそうになった話とか。あんたが話さなければ、このまま結婚できていたのに。そしたら、病院の資金も私のものに。そんなうまくいくわけないでしょ。ちなみに、私が今入院してる病院は、アリサのお父さんのところですよ。だからなんだって言うのよ！もう、夢の金持ち生活が！ずいぶん悲しんでますけど、もしかして、これで済むと思ってます？何？あなた、私のこと突き落としたんですよ。罪になるってわかりますよね。ちょっとしたいざこざでしょ！意識甘すぎ。こういう人が再犯するんだろうなってことで、通報します。警察に？当たり前でしょ。犯罪者なんですから。違うわよ！文吉に聞いてもママは悪くないって言ってくれてるわ。逃げないで家にいてくださいね。そのうち警察が向かうと思うので。いやよ、私は犯罪者じゃない。こんなことで捕まるなんておかしい。犯罪者じゃないなら警察が来ても問題ないですよね。そうよ、大丈夫だわ。突き落とした証拠もないんだし。証拠ならありますよ。え？救急車を呼んでくれた方が証人になってくれるって言ってます。そんな、私どうすれば。捕まればいいと思います。逃げる、私逃げるわ。は？文吉が車出してくれるって。田舎に行くから追いかけてこないで。逃亡する気ですか？ありもしない罪で捕まるなら逃げた方がいいに決まってるでしょ。田舎で二人ゆっくり暮らすわ。文吉に伝えてください。犯罪者をかくまったり逃亡を手伝ったりしたら自分も捕まるよって。文吉はマザコンだもの。そんな言葉通じないわ。そうですか、ならご自由にどうぞ。ふん、地の果てまで逃げてやるから、さっさと諦めなさいよね。今警察に車種とナンバーを伝えました。はや！あ、そうだ、医療費と慰謝料を請求する気でいますので、ちゃんとそのお支払いもお願いしますね。払うわけないでしょ、そんなお金ないんだから。養育費払ってくれるって言ったじゃないですか。それはアリサさんから徴収できると思ってたからね。あ、今ね、アリサがあなたたちの捜査を手伝うって言って何台も車出してくれてるの。何台も？どんだけ金持ちなのよ。アリサの金持ちレベルを舐めてたようね。あの子も騙された側、被害者なんだからこれくらいするわよ。もう追いかけてこないで、私たちのことは放っておいてよ。捕まったら豚箱プラス私からの医療費慰謝料請求、アリサからも慰謝料請求されて地獄の生活が始まると思うからよろしくね。恐ろしいこと言わないで。私はもっと恐ろしい目にあった。自分の子がもしかしたら亡くなってしまうかもしれないっていう恐怖と戦ったわ。これからだって後遺症が残らないかどうかわからない。お腹を打ってるんですもの。あなた責任取れないでしょ。取れないわ。ならせめて捕まって反省して、そしてもう二度と出てこないで。捕まったとしても傷害罪でしょ。すぐに出られるわ。そしたらお前のこと一生許さない。私もあなたのこと一生許さない。後日談。その後、警察とアリサの捜査が続き、すぐに和子と文吉を確保。文吉は犯人隠避罪に問われ、罰が下されました。そして、和子に至っては、計画性のある犯行であったため、傷害罪では収まりませんでした。その結果、無期懲役が確定。裁判長から無期懲役を聞いたときはほっとしました。もし出てきたらまた何かされるかもしれないと震えていきなければいけませんから、母としてこうしっかり守らなければいけません。優しくて強い子に育てます、必ず。3000万円の返済お疲れ様。一段落ついたな。私の親の借金なのに本当にありがとう。愛する人の両親が困ってるのなら助けるのは普通だろう。でも大切にしてた時計や貴金属まで売ってくれたんでしょ。そんなのまた稼いで買えばいいよ。さすが大手企業のエースだね。言うことが違う。
関係ないって。これでようやく解放されたわね。本当、一安心だな。結婚してすぐ借金があるって聞いた時はどうしようかと思ったけどな。それでもすんなり返してくれるなんて本当に旦那の鏡だね。そんなに褒めても何にも出ないぞ。よし、これからバンバン稼いでうちの貯金増やさなきゃだな。別にいいよ。あんたはもう用なしだから。え、あんたは不用品、さっさと出てって。いや、ちょっと待てよ、意味わかんないんだけど。私そんなに難しいこと言った？だって急に用なしとか出ていけとかおかしいだろ。私があんたを本気で愛してると思ってたの？違うのかよ。まあ結婚するときは頑張って好きになろうって思ったよ。一応夫になるし。は？でも無理だった。あんたの顔って顔面偏差値30くらいじゃん。結婚生活してたらさらにそれが際立っちゃって。ひどすぎないか。私、横浜流星みたいな顔面偏差値70以上がタイプなの。で？私のカレピッピが顔面偏差値70以上のエリートなんだ。え、カレピッピ？うん。横浜流星と菅田将暉を足したグレートイケメン。それ浮気だろ。だから？俺、マナのために借金返済を頑張ってきたんだぞ。なのになんでだよ。私別に頼んでないし、あんたが勝手にやったんでしょ？それはそうかもしれないけど。だったら別にいいじゃん。いちいちしつこいんだけど。でも俺らの関係は夫婦だよ。彼氏彼女みたいに嫌だから別れましょうで済む話じゃないんだろ。夫婦なんてそんなもんじゃない？たかが紙切れ一枚書いただけでしょ？その紙がどれだけ重いかわからないのか。は？あんなのふって吹けば飛ぶじゃん。そういう意味じゃなくてさ。てかそもそもあんた借金返済要員だからね。どういうこと？あれ？ここまでの話の流れで気がつかなかった？鈍感すぎ。最初からそのつもりで結婚したってことか。そうだよ。でも出会ったのは偶然だよな。違うよ。あんたの会社の前で高そうな貴金属つけてる若い人がいないかずっと見てたんだ。え？そしたらあんたを見つけた。で、スマホをカバンから抜いて落ちてたふりして接近したの。最低だな。って言ったらどうする？嘘なのか？どうだろうね。でも別にいいでしょ。そのおかげで幸せな結婚生活できたんだから。ほぼ借金返済のために仕事した記憶しかないけどな。本当に助かったわ、お人よしのアフォ男で。まさかとは思うが、義両親もこのこと知ってるのか？もちろん、お父さんたちもそうしろって言ってくれたもん。お前たち親子はとことんクズだな。絶対許さない。負け犬が吠えててウケる。ワン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 。人生最大の地獄だ。俺の名前はユウセ、35歳。そこそこ大きい会社でありがたいことに課長をさせてもらってます。妻のマナとは結婚1年目。恥ずかしながら出会って1ヶ月でプロポーズをしたくらい運命の人だと思ってました。でもこれが仕掛けられたことだったなんて。彼女はごまかした気でいますが、きっと真実なんでしょう。俺は失意のどん底の中、とある人物を頼り今回の件を相談しました。するととんでもないことが判明したのです。1週間後、離婚届出しといたから。これで彼氏と結婚できる。俺そんなの書いた覚えないぞ。遅かれ早かれどうせ離婚するんだからいいじゃん。自分がやったことを分かってるのか？なんで私が怒られてるの？こっちはあんたの手間を省くために善意でやってあげたのに。そんなの善意とは言わん。はあ？なんなのさっきから、ムカつく。カレピッピにチクってやる。どうぞ。あんた、私のカレピッピがどんな人か知らないでしょ。彼はね、弁護士だろ。え？なんで知ってるの？牧田法律事務所の牧田さんだよな。あんた彼に会ったの？ああ。気持ち悪。マッキーに手出してないでしょうね。いくら私がまだ好きでも彼を脅すとかありえない。脅す？何のことだ。会いに行ったってことはあんたお金でも要求しに行ったんでしょ？それとも俺のマナーを返せとか言ったの？その彼、
俺の会社の顧問弁護士だぞ。は？俺もびっくりしたよ。牧田さんが会社となら別件で個人的な相談受けてくれるって言うから今回の件を話したんだ。それでお前の写真見せたら、これ俺の彼女ですって言われたんだよ。待って、冗談でしょ？こんな面白くもない冗談言うわけないだろ。そんなことって嘘だよね。そのセリフ一番言いたいのは牧田さんの方だと思うぞ。焦らないで、一旦落ち着こう。焦ってるのはお前の方じゃないか。牧田さんはこの件どこまで知ってるの？全部だよ。1から10まで俺が話したからな。なんてことしてくれたのよ。せっかくの計画が水の泡じゃないの。マナが連帯保証人になってる借金を俺に払わせて用なしになったらポイ捨て、その後牧田さんと結婚しようとしたことか。そうよ、親がもう借金払えない、でも自己破産はしないって言うから確実に私に支払いが来るじゃん。そうだろうな。絶対大丈夫ってお父さんが言うから連帯保証人になったのに。お前もお父さんも借金や保証人を甘く見ていたな。だからあんた捕まえて結婚して払わせるってところまでは完璧だったの。計画が安易すぎて笑えてくるよ。うるさい、イケメンエリートと結婚するには借金をどうにかしなきゃいけなかったのよ。牧田さんは弁護士なんだから相談したらよかっただろ。嫌われたら嫌だもん。だからってこんなの詐欺と一緒だ。引っかかるのが悪いのよ。自分勝手なやつだな。ふん、まあいいわ。マッキーは私を愛してるからどうせ結婚してくれるでしょ。その牧田さんからの伝言、浮気する女は無理だから別れようだってさ。え、嘘でしょ。ほんとだよ。お前にも LINE するって言ってた。やだ、どうしよう。ゆうせい、なんとかしてマッキーを説得してよ。いやだよ。なんで？牧田さんがかわいそうだろ。はあ、私がかわいそうでしょ。全然、これっぽっちもみじんこほども思わない。きっと仮にも元妻よ、幸せになってほしいでしょ。そんなこと1ミリも思わない。もう仕方ない、借金は完済したし他のエリート探すしかないか。そのことだけど借金5000万に増えたぞ。は？完済したでしょ。俺は求償権を行使する。求償？何それ。他人の借金を代わりに返したとき債務者に請求することができる権利だよ。はい？だって借金は完済して0円になったんだから請求するお金ないじゃん。これは借金したところからじゃなくて、俺から君たち家族へ肩代わりした金額を請求する。え？そんなことできるの？ああ、牧田さんに教えてもらった。マッキー、私を裏切るのね。そっくりそのまま返されると思うぞ。ちなみにさっきの LINE よく読んだか？ん？3000万円だった借金が5000万になったから。どういうこと？俺と牧田さんから慰謝料合わせて400万円。は？なんでよ。俺は浮気されてたんだぞ。慰謝料請求する義務がある。牧田さんとも婚約してたんだろ。そしたら彼も慰謝料請求できるからな。そんな。それと俺の貯金500万とおじいちゃんの形見のパティックフィリップの時計持ち出してるだろ。ごまかしてもバレてるからな。ちなみに時計の推定価格1000万超えな。あれってそんなにするの？全部合わせて約5000万の借金だ。そんな。ああ、でも時計は一切傷つけずに返却したら1000万円ちょっとの分はなくしてやる。それが落としたら文字盤のところにひびが入ったの。は？お前、あの時計そうそうひびが入るもんじゃないぞ。ちょっと拝借して逃げる時に転んで落として、そこにバイクが。最悪だな。悪気はなかったんだよ。盗んだ時点で悪気しか感じないけどな。とりあえず返せ。修理代は別途で請求する。ゆうせい、落ち着いて。俺は十分落ち着いてるよ。あ、もう分かったよ。じゃあ離婚はなし。同じ相手ならすぐ婚姻届出せるし、もう一度結婚しよう。それならチャラになるでしょ。俺犯罪者とか無理だから。私犯罪なんてしてない。勝手に離婚届を書いた誘引私文書偽造罪、それを提出した偽造私文書行使罪、え、現金や時計を盗んだ窃盗罪、あの
これがお前の罪の数々だよ。これは仕方ないんだってね。分かってよ。しっかり警察に通報するからな。ちょっと待って、警察はやめよ。無理、そんなことしたら俺も犯罪者になるから。なんで？犯人蔵匿罪になる。もうさっきから何なの、いちいち難しい罪状言ってきてさ。警察は110だったよな。あー、ちょっと落ち着いて。あれ、ゆうせ、本当に連絡したの？なんてな。よかった。もう警察には連絡済み、証拠も提出したよ。嘘。え、牧田さんと話して窃盗で通報した。離婚届の件は LINE しながらすでに警察に連絡済みだから。嘘だよね。俺そんなくだらない嘘つくほど暇じゃないから。ゆうせお願いだから許して。本当に悪かったと思ってる。ごめんね。もう遅い。もう土下座でも何でもする。だからお願いします、許してください。後日金額の請求もろもろするわ。待って、無理、お金ないよ。請求なんてやめて。俺と牧田さんからの最後のラブレター、いやデスレターだよ。心して受け取れ。いやだ、そんなのいらない。お願いだから助けてよ。後日談。この数時間後、大量の荷物とともに逃亡しようと駅にいたマナを警察が確保。彼女の行為は悪質な犯罪とみなされ、結局塀の中に行きました。俺はマナに慰謝料と盗んだ500万を請求予定です。壊れた時計はなんとか修理できましたが、プレミアムものなので修理代だけで100万しました。こちらも彼女に払ってもらおうと思います。牧田さんも彼女に慰謝料請求するとのこと。そして俺は予定通り債務者である彼女の両親に求償権を行使しました。あちらは平謝りしてきましたが、許すつもりは一切ありません。この怒涛の数日間の怒りや悲しみで俺はすっかり疲れ切ってしまいました。今度牧田さんとゆっくり酒でも飲みながら語り合いたいですね。